はい、皆さんこんにちは。レクセンリカース中木です。それでは合格との作成講座、民法の第1回ですね、トマ作成編始めていきたいと思います。2年目の方ですね、どうぞ、また半年ほどですけどもね、よろしくお願いしたいなというふうに思っております。また2年目からね、この合格の作成講座の方から参加の方ね、どうぞ半年ほどになりますけどもね、よろしくお願いしたいなというふうに思っております。今日はね、とりあえずまあ問題の検討的なね、講座ということで、問題の解説等をね、主要としてはやっていくところではあるんですけども、最初の15分ぐらいですね、その問題、検討編の、受け方であるとかね、あるいは予習の仕方であるとかね、あるいはこう、答案作成のね、答案構成か、答案構成の作り方とか、そういったところをね、レジュメなどでお話ししていこうかなというふうに思ってますんで、最初の15分ぐらいはね、ちょっと気軽に聞いててもらえたらいいかなというふうに思ってます。で、一応毎回ですね、扱っていく、テキストではありますけども、もう、皆さんの元には多分ね、いろんなものが配られてきてると思いますけども、問題集1本だけでね、この講座ですね、収録講座やっていきますんで、とりあえず毎回ね、この問題集をできたら15問ずつぐらいね、やっていこうかなという予定をしておりますんで、予習はためない方がいいかなというふうに思いますんで、早めにね、ちょっとやっといてもらえたらいいのかなというふうに思います。貯金はあればあるほどね、安心ではありますんでね、そういう意味でも貯金ね、問題の予習の貯金を作っとくというのはね、全然ありなのかなとは思います。で、あと毎回持ってきていただくものとしても問題集とあと6本ですね、それぐらいでも十分かなと思いますが、皆さんご自身で作った答案構成のね、メモとかそういったものもね、持ちながら見ていただければいいかなというふうに思います。で、毎回ですね、レジュメ、思考過程ね、僕が、初見で解いたとしたら、どういうふうな思考をたどるかというね、このレジュメと、あと、ランク集についてはね、それぞれご自身で参照していただければいいかなと。ランクとして A とか B とかね、つけてますけれども、C ランクの問題はもう扱わなくて結構ではありますけれども、難しい A 問題というのはね、ちょっと答案まで作ってみようとかいう、時間があればね、ぜひね、やってみてもらえたらいいかなというふうには思ってます。はい、とりあえず毎回おそらくですけども、このレジュメと、それからテキストですね、それとあと、6歩ですね、これのにらめっこで3時間ねやっていくと思いますけども、夜の時間というかね、ライブの方そういう時間帯でもありますので、結構ね、最後の30分が体力勝負みたいなね、そんなところになることがあるかもしれませんけれども、ちょっとね、後半入るときに、若干ちょっとエネルギーチャージするとかね、そういう感じで対処していただけたらいいかなというふうに思います。とりあえず1時間半のね2コマというね、そういう感じで進んでいきますんで、ちょっと後半体力ね、最初慣れるまでは大変かなと思いますけれども、徐々に慣れていくだろうとは思います。はい、早速ですけれども、今日ね、皆さんに配布させてもらっている資料としまして、論文の解き方集というね、これ、7科目全部載っけております。去年入門で受けた方は、入門レジュメの抜粋になっておりますんでね、なので、もう一度見ていただく必要もないかなという気がしてますけれども、問題の解き方どうだったっけっていうね、そこの確認するときに再度、もう一度見ていただければいいかなと。で、最初の方は、論文の、論文基礎力要請等例ね、論文基礎力要請等例の第1回で配ってるね、そのレジュメの、ちょっとした過失したね、内容を入れてますんで、論文の解き方の基礎、それをまずね、今日復習陣でもちらっと見ていただければいいかなとは思いますけれども、その上で、あとは各科目ね、問題の解き方というところをしっかりとね、確認しながら問題解いていくというふうにしていただければいいかなと。で、できたら、問題の解き方は早めにね、習得しておいてください。今日ね、何度もやっていく中で、去年からの入門の方はおそらくね、ついてこれると思いますけれども、今日からという方はね、結構最初この問題の解き方ですね、こっから入るのっていうね、そういうところが出てくると思いますんで、その問題の解き方ちょっとね、この後お話していきますけれども、そこをちゃんと、各問題全部踏んでいくね、そういう感じにしていただければいいかなというふうに思います。はい、とりあえず一応この、解き方集の5ページですね、ちょっとこちらの方をね、先にご覧ください。はい、民法商法編ということでね、レジュメついておりますけれども、民法商法の問題の解き方共通ですね。民商法も一緒で結構かなと思いますけれども、まずは人間関係図と時系ですね、これをしっかりと書いていってくださいね。AB の間で何があったかとかね、AC の間で何があってとかね、とりあえず人間関係図中心で作っていただいたらいいかなというのが民事系かなとは思います。で、その上で、次どこから考えるかというと訴訟物ですね、ここも民訴の言葉はね、前提にしますけれども、もう民訴法学習したのでもう大前提ということでお話をさせてもらいますが、訴訟物をまずは間違えないことです。これで間違えるともう致命傷ですんでね、どんな請求ね、これ物件と債権両方あり得るんでね、原告の請求については物件的請求、債権的請求と、このどちらかになります。で、物件的請求であれば原告所有、被告ホニャホニャというね、そういう要件から入ってきますし、債権的請求については債権的請求の種類としてね、約定法定代取り消しなどというね、この3つの中から選択していくと。
ここの訴訟物の選択でまず間違えないことですね。とりわけ注意があるのは物件的請求と法定債権です。約定債権は簡単なんですけどね、物件的請求と法定債権ですね。これに気づくかどうかというね、そこのところは大きな、まあ一応分岐点になっちゃうかなと思ってください。で、訴訟物が特定できたら、あとはね、訴訟物を基礎づける要件の充足性ということで、まあいわゆる民訴でいけば請求原因と言っていくね、そういう言葉になりますけれども、その請求原因事実、ね、要件に該当する事実が満たされるかどうかというね、しっかりと検討していってください。はい。で、この、一応ここまでのところで、おおむねね、合格ラインもね、下回る人はもうここで弾き落とされますんでね、まずここで特定間違えない、ね、訴訟物の特定を絶対に間違えないというね、これをしっかりとやっていくようにしていってください。はい。まあ、この、手順ね、2までのところについてはね、問題検討、50問ぐらいやればなんとなくね、間違えずにいけるかなとなりますんで、まあ、最初はちょっとなというね、そういう方も多いかもしれませんが、徐々に慣れていくというふうにね、思ってください。で、その後は、次、被告の立場での反論。で、まあ、否認になることと抗弁になることのね、両方がありますけれども、まあ、大体は抗弁であることが多いのでね、まあ、被告の、まあ、抗弁ですね、これを要件充足せ、次に検討すると。いうところになります。で、とりわけこれは物件的請求についての抗弁がね、受験生多く苦手にしているというね、そういうことがあります。原告の物件的請求に対する被告の抗弁ですね。まあ、典型4抗弁があるよというね、そういう話入門でもちょろっとしたかなと思いますけれども、あら、ここで書いてないな。ここで書いたつもりでいたんですけど、ちょっとね、ここには載ってませんけれども、この後やります。物件的請求の典型4抗弁ですね。そこの中からまあ選択するというのもね、必要になってくるかなとは思ってください。はい、ということでまあ、とりあえずね、原告の主張、被告の反論でそれぞれ要件充足性で手順4まで行くことはまずないかなという気がします。再反論以下ね、ここについてはまあ余裕があればといいますか、まあ、問題によってまあたまにあるかなぐらいのね、そういうところですので、ほぼ原告の請求取り分け訴訟物、被告の反論、まあ、抗弁ですね、そこが正確に捉えられていれば合格内にはまず入ってくるかなという感じではあります。ちなみにですが、原告の主張、被告の反論、複数あることもありますんでね、1個で終わりとは限らないことがあるよとね、原告物件と債権両方とかね、そういうことももちろん起こり得るので、まあ、原告の請求複数、被告の反論複数ね、どちらもあり得る可能性はちょっと視野にはね、入れておいてください。はい。で、それ以外のところの注意事項はまたね、今日復習時にちらっと見ていただいたらいいかなというふうには思いますけれども、まあ、何度も何度もね、ここ見ていると、おそらくですが、問題のね、チェックポイント、こんなところがあるんだなとかね、そういうのも気づけるかなとは思います。はい。会社法に入ると訴訟要件が入りますが、まあ、これまた会社法以下でね、確認いただいたらいいかなというふうには思います。はい。とりあえずは、原告のね、請求とその要件、被告の反論とその要件というね、その意識を持って問題検討する。まあ、物件と債権とね、両方ちゃんと分けていくよというね、そこを注意していただければいいかなとは思います。はい。あまりここの問題の解き方で時間を使いすぎるとね、あれかなと思いますんで、まあ、答案のね、書き方に近いところも、ここの5ページに載っけてますんで、まあ、今日復習時にね、再度ご覧いただけたら嬉しいなというふうに思います。はい。その上でレジュメちょっと1ページね、開いていってください。はい、もう一個の方のレジュメです。別の、今日のね、答案の作成編のレジュメになっていきますけれども、はい、問題の解き方、まあね、先ほども軽く、紹介させてもらいましたけれども、その以外のね、答案構成作成時のちょっとした注意点ですね。で、この答案構成っていうのは皆さん採点対象じゃないんでね、ここで時間をロスしないようにしといてくださいね。ここはもう時間の節約の工夫をね、全科目やるというところではあるかなと思います。で、書くときはこれね、論文は全要件網羅、これは必要にはなってきますけれども、答案構成の段階ではね、明らかな要件についてはもう端折ると。答案構成としてはもう書かないというね、それも全然 OK です。ただ、答案化するときに全要件ちゃんとチェック入れるというふうなところをね、やっていただければいいかなということで、まあ、ここね、とにかくね、答案構成のところには要件網羅して書くとかね、そういうことまで別にしなくてもいいんだよというふうに思ってください。ね、忘れそうな、解釈論のニックネームとか、忘れそうな当てはめのね、方法とかですね、そういったところをまあ軽くメモしておいてもらったらそれで十分と。で、さらには、誰も採点しませんからね、それに対してはね、自分さえ分かればいい。で、自分さえその答案構成見て答案作れればいいので、汚い字でも構わないし略語でも OK だしね、中国語やってる方は中国語の簡体字と言われるのがあるんですけど、あれめちゃくちゃ便利なんで、ね、使ったりするというのも全然ありですけれども、とにかくもう自分さえ読めればいいよというふうに思っとってください。で、答案構成の段階でそのね、第1、第2とか第3とかね、なんかそういうのを書くという人もたまにいますけれども、そんなの書いてもですね、綺麗に書いても手にはならないので、まあ、だんだん書いていくうちに慣れると思うんでね、その辺は最初の方は番号を振るね、練習していただいても結構です。
ですけれども、まあ、そのあたりはマストではないというふうに思ってください。で、大事なのは上から4つ目です。もう正しい順番で考える。これができてさえいれば、おそらくですが、正しい答えにたどり着くはずなんでね。なので、正しい考え方、いうのね、しっかりと身につけて、どんな問題でもブレないようにね、してもらえればいいかなと思います。で、考え方が正しく、で、かつ、あと、出すべき基礎知識ね、これも正確に出していれば、必然的に合格ラインで他の人がずっこけてくれるんでね。なので、安全圏にも入っていけるかなというふうに思います。まあ、皆さん結構、司法試験って結構ね、最高峰の試験とか思ってるね、ところあるとは思うんですけれども、意外に自滅しないかの試験ですね。自滅した人からこう、こけていくという感じですので、とにかくまあ、基礎に忠実に、ちゃんと書くべきことを書いてれば、あら、不思議という感じでね、合格してるということが、まあ、本当にね、合格者の皆さんおっしゃいますけれども、なので、まあ、とにかくこけないようにするというね、そういうところを意識しておいてもらえたらいいんじゃないかなと。で、民事系でこけるって何がこけるっていうと、訴訟物間違えるとか、書くべき要件大きく落としてるとか、あるいは公弁が全然見当違いとかね、そういうようなところがこう、大失点のもとになってくるというふうに思っておってください。はい。とりあえずはまあね、そんなところが構成時の注意点で、あと答案化するとか復習ね、するときの注意点が下の方に書かせてもらいました。まあ、いわゆる問題提起と言われるところはね、私は受験生に対してはね、基本的にしなくていいというね、そういう指導をさせてもらってます。まあ、原告の主張ね、答案何で書き出すかというと、原告としては、こういう理由からこういう請求したいと考えられると。例えば原告は、自分が所有する不動産に、被告が不法で占拠しているとして、所有権基づく開けた請求をしたいと考えられるというような感じで、原告としてはどの請求したいかというのを書き出しで書いてしまえばね、これで自然な答案が始まっていきますんで、無理に変に問題提起するとかね、そういうことを意識しなくて全然いいぞというふうに思っとってください。で、あとは参考答案を見るときにね、一言一句同じものは絶対書けないというところを意識しておいてください。で、むしろそこで一言一句同じように書こうじゃなくって、主要な項目拾えてるか、例えば訴訟物間違えてないか、要件ちゃんと網羅してるか、で、書くべき解釈論書いてるか、当てはめちゃんとしてるかというね、そこの項目拾えてるかっていうところを自分の答案構成見ながらね、確認いただいたら結構です。一言一句同じなんで絶対書けないしね。で、実際にはこうね、解釈論書くときも、あの論点ってのはわかるんだけど、理由が出てこないとか、これよくあるんですよ。理由付けが出てこないときには、答案実際どうするかっていうと、規範、結論部分だけ書いて当てはめ。これでもいいんです。最悪理由付けは はしょっても大丈夫というね、それぐらいのところがありますんで、主要項目として大きな解釈論と、例えばその規範ですね。そこはもう絶対落とさないでいこう。そんな感じしてもらえるとね、いいんじゃないかなとは思います。もちろん本番までは理由付けも書けるようにちょっと練習はしてみるというね、そういうところはやっていいかなと思いますが、本番での対処としてはね、理由が思い出せない。もうそれ慌てなくていい。もう理由はしょって結論だけ書くというところでもね、全然 OK かなとは思っておってください。はい。あとはまあね、結論どっちに行こうかな迷う問題は皆さん多くほとんど迷ってるはずなんでね、場合によっては確かにしかしという形でね、両方向ちゃんと事実を挙げるということさえね、やっていれば主に点がついてくるかなというふうに思います。はい。ということで今アンダーライン振ったところばっかりね、ちょっとこう軽くお話をしていきましたけれども、これまあ一応答案構成するときの注意点とか、あるいは復習するときの注意点としてね、答案構成、参考答案と一言一句同じじゃなきゃとか全然思わなくて結構ですからね、誰もあんな芸術的な答案書けないね、そのまま受かっていきますんで、まあ大体答案、参考答案に書いてるものの7割程度概ね書けていればね、大体もう合格ラインとしては十分かなというね、そんな感じですので、答案も、皆さん多分ね4ページの答案ね、今までこうね解いていってるということが多いと思いますけれども、4ページ目まで入らなくて全然大丈夫です。3ページ目の途中ですね。それでも十分合格答案だし、良ければ4ページ目に入ればいいかなぐらいのね、そういうぐらいの分量で結構です。なので、この参考答案に書いてあるものの4分の3程度ですね。その程度の分量をかけてればいいんだというぐらいに思ってね、あまりこう長く書きすぎるとか、そういうことはしなくていいよと。大事なのは項目拾う。繰り返しますけどね。ちゃんと、訴訟物とか、請求原因であるとか、主要な解釈論であるとかね、そこの主要項目を拾うというところをね、意識してやっていただければいいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ早速問題の検討に入ろうかなということで、第1問、はい、ちょっとした注意点をね、お話ししましたけれども、まあ、今後ね、問題解いていく中でとか、あるいは、復習の仕方とかね、あるいは入門知識の確認とか、その辺でいろいろと皆さん疑問点とかね、多分出てくると思いますが、もう、せっかくライブで来ていただいている方はね、もう遠慮なくもうね、使い倒していただいて結構ですので、疑問点が残さないようにね、今後もずっとね、やっていただければ嬉しいなというふうに思っております。僕が一応おすすめの見解、結論をね、出していきますけれども、こういう結論どうですかとかね、そういう対
廃案も全然 OK ですので、自分のね、会が合ってるかどうかとかね、その辺気になる方はもう全然遠慮なくね、聞いてもらえたら結構かなとは思います。はい、早速ですけども、レジュメの方は、まあ、一旦置いときつつ、問題検討をね、この後、板書しつつですね、僕がどういう所見でメモとかを残していくかね、草案構成のメモとかどういうのを作っていくかというね、これを確認いただければ嬉しいなとは思います。はい、ということで、まあ、早速ですが、第1問ですね、そこに入っていきましょうか。はい、本文と問いと見て、まあ、本文の方が短いので、もう上から見るというね、そういう感じでいいかなとは思います。これ、問いが短ければ問いから見るというね、そういう感じにしていただいたら結構ですけれども、まあ、今回のところは上が短いので、もういきなり上から読み始めるという感じにしていってください。はい、早速ですね、見ていきますと、まあ、結構問題文の中にキーワード的なものが出てきますね。90歳の絵。80超えたあたりから病が進行して判断力が衰え始めて、しばしば自理弁識能力欠状態になったということですので、この A さんですね、意思無能力の可能性がある状態というね、これがわかります。ここでもういきなり僕条文番号を振りましたけれども、これ条文番号でパッと書くのが一番早いです。あの答案構成作るときもね、意思無能力と漢字で書くのと数字でパッと書くのとね、どっちの方が答案構成時間短くなるかと、それは数字の方が圧倒的に早いんでね。なので、この辺重要な条文については早めにこうインプットですね、しといた方がいいです。とりあえずまあ入門の中、入門のね、受けていただいた方は、ニアピン練習というね、そういうのをやりましたけれども、また2年目講座のどっかでまた配布する予定にはしますけれども、この条文番号ピッとね、出てくるかどうかというのは、この答案構成の時間、これがものすごく節約できるかどうかというね、そこにもつながってきますんで、主要条文はパッといくね、そういう感じでできるようにね、ちょっと、今はできなくていいですよ。だんだんと、ね、民法の5回目、6回目ぐらいには、まあ、ある程度こうね、主要条文がパッと出てくるというぐらいになっていただけるとね、嬉しいなとは思います。さあ、その状態になった。意思無能力ですね、なったような A、意思無能力状態で画商 B の言うままに絵画500万円ですねを、売買する契約を締結して直ちに履行済みと、はい、履行済みと書いておきます。これ もう手控えですからひらがなでも全然 OK です。はい、この状態で以下の問いに答えてくださいと。で、問1、問2は独立した問いですよというふうになってまして、独立した問いというときには問いの1の事実は問いの1限りで見てください。問いの1の事実を問いの2に流用しないようにね、問いの1の事実と問いの2の事実を分けて検討せよというね、そういうことになります。はい、まずは1括弧の1、まずは A が絵画を B に戻して500万の請求できるか、もういきなり問いですね。はい、絵画を戻して500万返せと言えるかどうかと。で、また B に800万で購入したいと顧客が現れたときに、 B から A に対して絵画を返せというふうに言えるかどうかと、こういう問いになっています。問題見ながら請求が分かればその内容をもう書いていくのでもいいかなと思います。はい、まずはこの1番括弧1ですね、これの検討をいきましょうか。はい、A の B に対する500万返せの請求根拠ですね、訴訟物っていうのは何ですかっていうと原状回復請求でしょうね、売ったものですね、返してくれということで121-2と、無効行為に基づくね、給付によるものの回復請求ということになるのかなと思います。で、それの請求要件は契約の無効ですよね、意思無能力だからということで、もう答案構成これで終わりです。あっさりです。で、あとはもう答案のね、書くときには文言を入れながらですね、例えばどう書くかというと A としては、自分が自理弁識能力書く状態でやったことを理由に括弧意思無能力3条の2、契約が無効であるとして目的物の返還これをすると考えられ、これは認められると。これで終わり。ね。これで1と括弧1。答案としてはもう終わりです。それぐらいの短いね、問題になってしまうよ、というふうに思ってください。はい。同様に、じゃあ今度 B からの請求はというと、これも返せですから121-2。で、理由としては意思無能力だから無効だというわけですけれども、これ、意思無能力無効を B から言っていいだいいかどうかですよね、無効だからいつでも誰でも言えそうではありますけれども、3条の2については無能力者保護という趣旨でしたね。なので意思無能力者側からしか言えないと。
はい、相手は不可と。はい、これぐらいの答案構成でもうね、答案としては終わりかなというね、答案構成としては終わりね。で、これはあとは文章化するだけというね、こういう状態になります。はい、で、あとはこの問題の中に、絵画を B に戻してという部分が入ってますんで、絵画を戻してっていうのをここもまあ入れると、絵画と引き換えに500万返せというね、そういう話ですので、もし書くんであれば書いていただいても結構です。絵画と引き換えにというのは、これは同時履行の公弁を主張しているということになりましてね、絵画と引き換えに返しなさい、これは同時履行の公弁を言ってるよ。で、総務契約の契約上の給付は533ではありますけれども、今回原状回復です、これについては類推できるというね、そんな話を一言入れていただければいいかなとは思います。ただこれ加点自由ですね、加点自由、一応 A の主張が絵画を B に戻して返還できるかですね、返還請求できるか、返還請求の根拠、これがまず主です。なので、そこの返還請求の根拠が 121-2 であるということをまずは示す。で、その理由としては意思無能力で無効だからと。で、ここに特に問題はないということで、もう次に行く。ただし、まあ、絵を戻してとあるんでね、絵を戻しての部分は同時履行の公弁の主張と考えられると。で、同時履行は本来総務契約の当事者に認められるが、今回は総務契約の返還の場面ですと。で、返還の場面でも、まあ、交換的給付が公平だという趣旨は妥当するとかね、そんな話を入れて、類推適用により認められると。まあ、いうふうにね、していただいたらいいんじゃないかなとは思います。はい、ちょっと丁寧めに第1問目なんてやりましたけれどもね、これ早い方だったらもうこの、答案構成でもね、作るのに30秒かからないかなというぐらいかなと思いますけれども、まあそういう思考ね、まずは請求の根拠、ね、何かと。で、その理由は無効だから、この無効の根拠として3の2を入れたというね、そういう感じになります。はい、同じように行きましょう。じゃあ、カッコの2。はい、続けていきます。A が B に対して500万の返還請求する前に、A の攻め書きすることができない事由によって、絵画が滅失ということでして、はい。A の元で、絵が滅失したというね、そういう話になっております。で、この時に A の B に対する請求は認められるか、B から予想される反論を踏まえつつ検討しなさいというね、そういうことになってますけれども、まずは請求原因からと思ってください。請求原因に何か支障が出ますかというと、これ出ませんね。意思無能力で無効だから原状回復請求できるという 121-2 の1項、そこの要件には影響しない事由ですね。亡くなったからっていうのは反論で考慮したらいいと。さあ、亡くなったいうときに B から予想される反論は、物の返還との同時履行、で、物の返還無理だったら、価格賠償ですよね。はい、これが言えるかどうかと。はい、B からすると、滅失したとは言うけれどもね、滅失したとはいえ物の返還との同時履行だというふうに言いたいけれども、物がなくなっている以上その同時履行の主張はできないと。で、それに代わって価格賠償との同時履行、これを主張すると考えられるということになります。はい、ということで、まあ原則的にね、物の返還無理だったら金でと、これは原則通りと思ってくださいね、これが原則だと思っとってください。はい、で、今回の問題はそこの価格賠償が滅失です。滅失していると価格賠償はどうなんだろうというところになりそうですね。本来であれば代金相当額の価格かもしれませんけれども、はい、ここでまあ121の2の条文のね、知識がまあ出てくるかどうかというところで、A さん90歳のおっちゃんですよね。おっちゃんじゃないの、 G さんですね。90歳の G さん、意思無能力者です。制限行為能力者をさらにも超えるような、そんなお話でしてね。返還義務の限度が、現存利益に限られるはずなんですね。
はい、物の変換との同時履行を主張したいけれども物がなくなっている以上その同時履行は無理だよとなると価格賠償との同時履行だとないしは相殺という主張が考えられると。で本来であれば物が変換無理ならば金でとこうなるはずなんだけれども一無能力者の変換義務は現存利益にとどまる。物が滅失してるんだったら現存利益はゼロ。これでいいでしょうね。まあ、この辺、皆さんへのこうね、とりあえずこう、説明ということで若干僕丁寧めに書いておりますけれども、この辺皆さん答案構成で書くのであればもっと汚くて結構ですからね。価格賠償も全部カタカナとかね。そんなんでも全然結構ですしね。ここ滅失、ね、現存利益もカタカナゲ、ひらがな丸、カタカナゲの丸とかね。そんなんでも全然 OK ですので、なのでその辺はね、ものすごく短く書こうと思うんであればもっと書けますんで、このあたりのね、答案構成はどんどんと省略化していただいても結構です。まあ、最小限ミニマムでいけばこれですよね。121-2-3個。ね、これって現存利益に限られる。で、滅失してるから現存利益はゼロ。ね、したがって、B からの変換、なんだ、価格賠償との同時履行といった主張も認められない。というね、そういうことになるかなと思います。はい。まあ、この場合は反論不可というね、そういう答えになるかなと。はい。反論不可なので、丸々500万返せというね、そういう話になってくると。こう思ってください。はい、シンプルにいきましょう。はい、2番目、AB 間の売買が履行された後に A を非後見人とし C を後見人とする後見開始の審判がなされたということで、2番はこれは契約後に後見開始と。でその際に AB 間の売買契約に関する C による取り消し無効追認の可否について述べなさいと。取り消し無効追認これの可否ということで、ちょっとここは請求原因反論というね、訴訟物反論というそういう形ではなくって、この手法が取れるかというそんな感じのシンプルな問題です。取り消しという手法が取れるか、無効主張という方法が取れるか、追認という方法が取れるか。なので根拠条文に従って考えていただいたら結構です。はい。取り消しの根拠条文は9条でしたね。で、ここで条文、空で覚えてたとしてもちゃんと確認はしましょう。ね。空で覚えてたとしてもちょっと確認する。で、9条。文言に当てはめながら考えます。成年非後見人の法律行為は取り消すことができるというふうに書いてますね。成年非後見人とされる人がやった法律行為。で、今回は後見始まる前の法律行為。なので、これは当たらんぞというふうに判断してください。だって契約時はまだ後見人じゃないからね。やった時点では後見人の行為に当たらないよね。いいですかね。非後見人の行為か。契約時点に遡って考えると、非後見人の行為に当たらないんで、非後見人のに当たらずと。ということで、これは取り消しは不可というふうに判断してください。これ条文読むときにね、成年非後見人のやった法律行為というね、そういうふうに読む。成年非後見人の状態でやった法律行為ではないので、これは認められない。と一言で終わり。ね。根拠条文に遡って考えると。はい。続けて。無効主張。はい。後見人による無効主張です。後見人による無効主張。ね。本人の無効主張は、まあ、3-2。であるわけですけれども、これを後見人が主張できるのか。というと、できたら後見人の権限に言及できるといいですね。後見人ってどんな権限持ってますかというと、包括的代表権を持ってたよということで、可能ならば8号9を入れとくといいです。はい。まあ、ここのところはもう丁寧に書くならプラス8号9ですね。これを踏まえて書いた方がより丁寧です。一応、無効主張は誰でもできる。以上は、
貢献にもできるというふうに考えるという、これもまあ一応筋としてはありですけどもね、誰でも言えるのが原則だ。少なくともね、青年、医師無能力者の側のものであれば、無効主張はできるとかね、そういう主張を踏まえて、まあこう、書いても結構ですが、貢献には一応包括的代表権あるからというね、これ入れとくとさらに加点プラスというね、そんな感じかなと思ってください。はい。追認。はい、追認ということで、まあ、追認の根拠条文ってどこだったっけ？中途124あたりからでしたんでね、124以下。ですけれども、あ、すいません、これは124使うのはダメですね。取り消しうる行為の追認じゃないといけないからね。今回、取り消しが不可なので、取り消しうる行為としての追認はできない。いいですかね。取り消しが不可だからね。取り消しうる行為の追認、これは不可だと。ってことは、無効行為の追認ということになってしまいますね。で、無効行為によってもその効力を生じないのが原則ではありますが、正し書き。当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為したものとみなすという正し書きがありましてね。一応、最低限は119を示す。で、原則無、追認はできないまでね、書いておいてください。で、プラス可能であれば、こう考えることもできます。これもプラスということで、括弧書きで書いておきますけれども。はい。正し書き。当事者がその無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為したものとみなすということで、今回であれば、後継人が新たな行為をしたものとみなすという形になりそうですね。後継人が無効であることを知りながら、ああ、いいですよと言って追認したイコール、後継人が売買したのと同視しうると。こう読むと、有効になりうると。いうふうに考えても良さそうですね。この文言に直接当てはめてください。当事者がとあるけれども、これを後継人が無効であることを知って追認をしたと。いうのであるならば、それは後見人自身が新たに売買したというのとみなされうるので、従って、ということで、後見人が当事者、で、新たな行為と。こう考えたときはね、変わってきそうですね。で、後見人はだって包括的代表権あるで、これ859で書いといたら、当然、当事者的な立場で行為できますよね。いいですかね。後見人には包括的代表権があるんだから、無効なことを知って、自らね、後見人として、まあ売却したということであれば、後見人としての、まあ行為として有効になり得る。と、ここまで書くことはできますけれども、はい。もうだんだんとこの辺のところまでね、見てくると、あ、最低ラインここだな。で、よかったら得点プラスになりそうなのはここだなとかいうのがなんとなく僕の説明からね、感じ取ってもらえたら嬉しいです。最低限は根拠条文に入ること。ね、この9とか3の2とかね、取り消し得る行為の追認ができないという124に入るとかね。で、あるいは無効行為の119。このあたりの最低限の条文に言及できていれば、まずは一応の水準と言われるね、このラインには乗っかってきます。で、あとは、そこにちゃんと当てはめが、正確にできていれば、非後見人の行為には当たらないからペケとかね。あるいは代表権があるから、まあこれはできるんだとかね。あるいは、無効行為の通認として、後見人が当事として新たな行為したと考えれば有効になりうるとかね。その辺までまあ深めて書ければ、まあね、かなり良好ラインに入ってくると。ということで、ちゃんとこう条文に乗っかって考えるというね、そこがまあしっかりね、できるようにしていただけるといいかなとは思います。はい。ということで、第1問の問題検討、かなり時間かけましたけれども、まあ、第1回なんで今日はね、12、3問で終わろうかなというふうに思ってますんでね。なので、まあ、その意味で、ちょっとゆっくりめにさせてもらってますけれども、はい。回答例としては非常に、うまいこと整理して書けてるかなというふうに思いますので、まあ、よろしければね、このまま、参考にしていただければいいかなと思います。まあ、一言一句同じようには書けないと思いますけれども、あ、考えたのとほとんど同じことが書いてあるというふうに確認できたら、それで OK です。ね。項目としてこの辺ちゃんと拾って書けてるなというところがね、参考等は見てできればいいかなとは思います。はい。
で、一番、4ページの一番下のあたりかな。2番の括弧の1に始ま、あたりかな。まあ、その上もそうか。若干問題提起的なね、ものを書いてる部分がありますけれども、もう A の主張はどうとか、B の主張はこうというね、主張したいことをもう端的に書いて始めていただいたら結構なんでね、まあ、変に何々できるかとかね、そういう疑問系の文章を入れなくてもね、答案としては始まっていきますんで、まあ、ここはまあ、変に癖付けしない。例えば、こう、4ページの下のね、2番括弧1見ると、公開が密室ために、現物変化できない場合であっても A の B に対する請求を認められるだろうかと書いているけれども、そうじゃなく A としては B に対し無効行に基づいて、現状早く請求すると考えられると。でこれに対し B が滅失したとして、この現状回復との、現存価格賠償との同時履行であるとか、ね、価格賠償との相殺主張すると考えられるというふうに、もう主張書いて、主張ぶつけてね、要は問題提起せずに、普通に A の主張としてはこうだと考えられる。で、次に被告の反論としてこう考えられるということを素直に書いていければね、それで大丈夫です。変に問題提起しようとかすると、筆が止まっちゃったりするね、そういうリスクがあるので、問題提起しようとして困ったなと思ったらもうしない。もう当事者の主張を端的に書くというね、そういう感じしてもらえれば全然 OK だよと。あとはもう結構ね、参考になるかなと思いますが、最後の5番の、5ページか、5ページの3番のところであります。119条一応かけていますけれども、まあ、ここに119条のなんかね、ただし書きではなく、122条の類推論というね、これはまあ、考えられたら OK ですけれども、まあ、ここまでたどり着かなくても、119のただし書きに当てはめでも OK です。ね。122の類推とかどうやって出てくるんだろうね、思うと思いますけれども、まあ、そんなのは、はっきり言って、舞い降りてきた、ね、ものが神なのか邪神なのか、その辺判断つきませんからね、もしかして大丈夫かなってね、なってしまうことも出てくるんで、ちょっと、まあ、ここは、気になる方は119のただし書きですよね。そこに当てはめて終わりというふうにしていただいても全然 OK だよというところと思ってください。122なんてどうやって出てくるんだってね、思った方多いと思いますし、僕もなかなか初見でこれ思いつくってのは無理だと思います。ただ、119には本文があって、ただし書きがある。これだったらすぐに読んだらわかる可能性が高いんでね。なので、その条文の中でなんとかこうね、頑張ってみるというのができたらいいぞというふうに思ってください。はい。まあ、無理はしすぎないのがポイントですね。無理はしすぎない。ね、こんなんどうやって出てくんねんっていうね。出てくるきっかけがあまりないんでね。これはそんなに気にしなくてもいいかなというふうに思ってください。はい。さあ、同じような問題が次、第2問ですね。入ってきますので、次の問題検討ということで。まあ、できたらね、番書とかもページ分けていただいたらいいかなとは思います。はい。どんどん行きましょうか。第2問。はい。問題文が若干ちょっと長いですけれども、まあ、一応問いとしては、A のかかる請求認められるかっちゅうね、かかる請求の中身がわからんので、もうしゃあないなと。で、こういう問題出てきたら、かかる請求ね、請求内容を特定できないときには、物件債権両方あるかもなというのは頭の中に置いといてください。ね、物件債権両方あるかもなというね、その意識は持っといてください。はい。で、A さんが17歳。未成年だと。また未成年の行為能力関係が来るなという予測でありますが、はい。親の同意を得ないで、買ったと。ということで、まあ、これ取り消しの対象になるなという感じのところはわかると思います。で、その際 A は B に対し未成年者であることを否して、成年者のように振る舞っていたと。はい、成年者のように振る舞うということで、あ、これだと気づけると、はいですね。いわゆる詐術ですよね。詐術をしてる。取り消し権制限されるんちゃうというところが頭の中によぎると、検討も早くなると思います。とりあえず、まあ、これ詐術的な事実ですね。で、これ問題文の事実を見て、制度に関する事実が書いてあることが多いです。民法、商法はとりわけそうなんですけどね。問題文の事実の中に、ある制度に関する、まあ、当たるよ、当たらないよ的なね、その制度に関係する事実ってのはあるんでね、この事実を見たときに、あ、これ難条関係というのが、直ちに出てくる、出てこないでね、大きな公算になってきますね。で、ここでもやっぱり、あ、これなんだろうとかね、そういうふうにスルーしてしまうのと、ん?なんか振る舞ってる?ん?さずしちゃうかとかね、そういうふうに気づけるのと、やっぱここは大きなね、差になってきます。まあ、できる限りというかね、この問題文の事実見て、ほぼ、条文に関する説明とか、判例の規範に関する説明であることが多かったりするんでね、これも条文だというね、そういうふうにまあ、入れると早いかなというところではあります。はい。で、その後、A、B は、要望等から高校生とは分かっていた。ということで、
はい、高校生だとは分かっていたけれども、まあ売れるならいいかということで引き渡したと。で、その後、はい、A はしばらく乗り回していたが、事故を起こして使用不能にと。はい、バイク不能と書いておきます。で、契約から6年後。もう23になってるかな。未成年を理由に取り消しと。で、さらに、3から4年経って返せと言い出したと。はい、こういう事実経過になっています。で、まあここを見てあーっと気づいてください。取り消しにえらい時間かかってんなということで、取り消し権の時効の話126関係来るんじゃないかなとかいう、これもフラグです。で、このあたりね、すぐに出てこなくても大丈夫ですよ。ある程度こう問題解いていく中で、あ、この事実はこの制度の条文の説明だとかね、あ、この事実はこの制度の説明だとかいうのがだんだんとね、問題解いていく、解き慣れていくと分かってくると思いますんでね、今の段階で、ってね、なってる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、そこはもう自然なことなんで、まだ今の段階で焦る必要はないですね。問題検討を重ねていく中で、ちゃんと身についていくはずなんでね。なので、焦らずじっくりとまずはね、あ、この事実はこの制度のお話なんだ。この事実この制度の話なんだ。で、大体この制度の説明に関しては入門の B ランク以上になってるはずだからね。なので、そういう意味でもまあ入門のね、復習をもう一度していただくであるとか、あるいはこう入門の時に使ったテキストをね、もう一度見直すであるとかして、条文と事実の対応関係ですね。この辺をこうね、パッとこうね、早くたどり着けれるようにするっていうのがすごく大事かなとは思います。はい。なのでまあ、これもやっぱりね、ある程度こう慣れですよね。詐術に当たるとかいうのもね、ある程度こう慣れてないとね、突然、なかなか出していきにくいね、ところかなとは思います。はい。ということで、まず今回の問題ですが、まあ、取り消して返せという請求ですので、はい。まず A の B に対する請求が、原状回復請求ですね。これになると、こうなります。で、無効な行為に基づく給付をしたということで返還請求するということでありますけれども、今回未成年取り消しの条文ですね。5条2項。けども取り消しは訴求的無効なので、できたら訴求的無効の121も入れてね、はい、請求要件満たすということの説明をしていただいてください。はい、ということで、まあ A は未成年者でありながら、親権者の同意を得ずに、売買しているので、5条2項に基づき取り消しをし得ると。で、取り消した場合、訴求的に無効になるので、121の2の第1項に基づき、返還請求することが考えられると。いうふうにね、まずは進めていくといいかなと思います。はい。僕、こうやって手控えで書いてますけど、これがそのうち皆さんも慣れてくると、この記号だけでどういう文章を書くかがね、思いつくようになってくると思いますんでね。これも慣れですね。慣れでだんだんとね、文章化できるようになってくると思うので、ね、まあ、ここも、まあ、A としては B に対し、現状回復請求、括弧12の12、121の2の1項をしたいと考えられる。で、その要件は、行為が無効であることであるところ、本件では未成年のうちに取り消していて、未成年者のやった行為として取り消している。で、取り消しは訴求的無効であるので、この主張は認められるとかいう感じでも結構ですよ。なので、まあ、このね、あっさりとした答案構成でありますけども、ここから文章化するというね、そこもまあ何回かやってみるとね、おそらくそのうちできるようになるんじゃないかなというね、気はしております。まあ無理せず A としてはこういう主張をしたい。その要件はこれこれこれとかいう書き方でも結構だし、A としてはこうこうこういう理由からこうこうこういう請求したいと考えられるというふうに書いていってもいいしね、その辺は文章力ね、だんだんと身につけていけるところかなとは思います。さあ、そこに対する反論です。はい、いっぱい出てきそうですね。はい、まず1個目、詐術ゆえに取り消し制限というね、こういう反論がまずは考えうると。はい、いうことで21、これに気づくかどうか、まあ、21の、ね、知識をちょっと持っとかないとどうしようもないなというところでありますが、はい、詐術に当たるとして、はい、取り消しが制限されるというね。で、詐術に当たるかどうかです。で、未成年者の場合、詐術に当たるのはどんな時だったっけって、なんか判例があったなというところでね、そこが思い出して書けない方は、ごまかして書くというのが最後の逃げです。で、振る舞っているので、詐術に当たるというふうに、まあ、ごまかして書くね。それもまあ、最悪のね、ケースとしては、まあ、あり得る逃げではありますんで、まあ、そこは、最後の手段と思ってください。で、可能であれば、まあ、未成年者である
のに青年者であると振る舞った場合、それだけでは直ちに詐術とは言えないが、他の言動と相まって相手を誤認させるものであるならば詐術に当たる。これが正確な規範ですね。でそこのまあ正確な規範は、まあ、直前期までに抑えておこうというふうにしておいてください。まあ、最悪の逃げとしては今言ったようにね、もうこの青年者として振る舞っているんで詐術に当たるというね、これはまあ最悪、まあ、なんとかね、一応の水準ぐらいの点はつくと思いますんで、まあ、それでもやっぱ条文にちゃんと当てはめしているというところが大事と思ってください。いいですかね。条文にちゃんと当てはめしているというところが大事だぞと。はい。で、この詐術ですけれども、詐術だけで取り消せたっけというところで、これ21条の基本的な要件でして、相手の取引安全が、もう一個の趣旨でしたよね。なので、相手の誤信がいるんです。これは21条の知識としてまだ入ってなかった方はインプットしておいてください。21条のね、中に、相手方の取引安全のための規定だから、詐術によって騙された誤信したというね、その要素がいるんですけれども、本件では、高校生だと見破っていたんで、誤信がない。従って、詐術による取引制限はないと。こういう結論にね、なっていくと思ってください。はい、ここのところは、21条の基礎知識としてもう一度インプットし直そうという方はしていただいたらいいと思います。まずはこの詐術の21にたどり着けたかどうかね。じゃあ詐術取り消し制限無理だとしたら、はい、時効だと。はい、ということで、まあ、126を条文確認していきましょうかね。はい、取り消し権制限ということで126。はい、追認できるときから5年間こうしないときは時効によって消滅するというところになりますけれども、今回ギリギリかな。1から6年後やからね。18になって5年以上経ってるといえば、これ126あり得るかもしれませんね。追認できるとき、今成年18ですんでね。なので20成年であればまだね、5年経ってないということになるんですけれども、18歳から5年。で、まあ、丸と。いうふうになりうるし、仮に18歳から5年未満だったとしたら、判例に従えば、原状回復請求は別個の権利だから時効にかからないと。こうなりますね。取り消し権は5年以内に行使さえすればいいと。追認できるときから5年以内に行使していれば、その後の返還請求がまた別途10年とか5年とかね、そういう形になるよというのが判例の知識ですよね。なので、まあ5年ね、5年、追認できるときから5年はまだ経ってないということであれば、ペケだよと。126の時効にはかかってないと。ね、なぜならば別個の権利。不当利得、原状回復請求ですね。原状回復請求は別個の権利だからということでね、126の制限にはかからないと。はい、ちょっとここの問題が場合分けしないといけない感じですね。はい。で、他に反論あるかどうかです。ここ126の話は、まあそんなに長く書く必要はないですけれども、もう一個ありましてね。滅失してるんでね。滅失してるというところも反論の一つにはちょっと入れときたいところであります。バイクの返還との同時履行というところがまず考えうるんですけれども、滅失してるよと。ということで、まあ、こちらも価格賠償との同時履行と言いたいところではあります。でもこれもうすでに第1の問いの1と全く同じ構造ですね。未成年者に側からの返還義務は現存利益で限られるという話でしたので、したがって価格賠償請求権はゼロであると。
これとの同時履行の話は主張できないというふうに流れていくのかなとは思います。はい、というふうに思考が正しくいければ、あとはもうこれを文章化するだけではあるんですけれどもね、変なことはもうね全然書かなくて結構かなと思いますが、とにかく主張としてこれ被告側 B からの反論3つですね、出てくるところであります。で、まあ3つ全部書けたらもうもちろん優秀答案でありますが、最低限まずはここの2つですね、21と126、これは一応ね、マストという感じで書けるようにね、まずはちょっとこう訓練はしとくといいでしょう。最後のこうね、バイクとの同時履行の話、これについても、まあ本番直前までにね、この主張を思い浮かぶという感じにしておくといいかなとは思います。まあ、今回滅失してると、滅失してるんだけどもね、化学賠償との同時履行という形での主張をしたい。でも、現状回復は未成年者については現存利益に限られる。で、現存利益はゼロだ。したがって同時履行の主張はできない。まあ、そういうふうにね持っていくことが考えられるかなとは思いますが、最後はこれは加点自由と、まずはベースとなるのはこの上2つというふうに思ってください。この上2つをね、ちゃんと主張として問題文の事実から見て取れるようにね、しといてもらえたらいいかなと思います。はい、なので、まあ、今回のところは詐述に当たるというね、そこの判断、それと詐述のまあ規範が出せるように、まあ一応練習していく。から126ですね、追認できる時から5年のまずは当てはめをするというね、で追認できる時が18歳だというね、そこを考えるとどうなるかっていうね、その辺をちょっとこうね場分けしながらやっていってください。はい、回答例もまあ概ね書けてるのかなというね感じはするんですけども、やっぱちょっとここね、変なこと書いちゃってるというか、まあこういう書き方しなくてもいいよというね、そういうことで、聞いておいてください。8ページ2番括弧1なんですけれども、はい、8ページ2番括弧1、はい、最も本件で A は B が未成年であることを秘し、こういう素振りをしていた。そこで、詐術を用いたとして、例外的に取り消すできないのではないかというね、こういう問題提起のような書き方をしてますけども、ここも普通にいけば、B としては A が詐術をしたということで取り消しを争うことが考えられるという感じの書き方で、2行ほどで終わります。なんかこういうふうに書くと5行ぐらいね、書かなきゃいけなさそうなね。これ中立的な立場でなんか文章を書こうとすると文章自然的に長くなるんでね。これに対し B としては、A が詐術を用いたことを理由に取り消し制限の主張をしたいと考えられる。であれば2行で終わります。なので、素直に当事者の主張を書いてみてください。そうすると答案が一気に圧縮されてくると思いますんでね。当事者の主張を自然に書くというね、そういう感じにしていくと、もっともっとね、短くできるかなとは思います。はい、同様に8ページ3の括弧1、下の方ですね。はい、そうするとの後もですね、次に B としては取り消し権が126条により消滅していると主張すると考えられるという感じですれば、またこれで2行節約できる形にはなってくると思います。そういう感じでね、ちょっとここの問題提起をするというのが、まあ従来のね小試験のこうね、なんていうかな、ちょっとしたこう都市伝説ですね、これをやらないとなんか点が入らないみたいなね、そういうふうに言われてきたところが少しあるんですが、ここはちゃんと当事者の主張を書いて、あとはその要件検討をするというね、このスタイルで全然 OK なので、無理にこういう問題提起をしようとかね、そういうことをしなくていいかなというふうに思ってください。はい、ということで、まあ一応あと最後の9ページの4番のところかな、9ページの4番のところで、まあ使用不能状態のバイクを返せば足りると言ってるんだけどね、使用不能状態の価格のね、不能のバイクの返還、バイクの返還として不能だというふうにやっぱすると思うんで、であれば価格賠償に行く、で価格賠償としてはゼロだって言った方がより正確かなって気がするんでね、ちょっとここはなんか決対な感じがするね、使用不能のバイクを返せば足りるというね、そういうふうに言っちゃうとなんか、現存利益がまだあるみたいなね、そんな感じのこう言い方してるみたいな感じ取れるんで、現存利益はもうなしということで、もう返還義務は負わないというね、そういう形してもらっていいんじゃないかなというふうに思います。もう返還義務負わないというふうにねしていただいていいかなというふうには思っております。はい、さあここまでが、行為能力関係のお話でしてね、ちょっとじっくりめにやっておきましたけども、ちょっとずつスピードアップはね、していきますんで、ちょっとこの後ですね、若干、ペースアップしながらねやっていこうかなと思います。実はこの2つね、なかなか第1問第2問はやや難しめの問題です。で、何が難しいっていうと、やっぱりこのね、条文操作に慣れてないと思うんでね、この条文操作に慣れてない、あちこち条文行くというね、そういうところの慣れの問題と、あと、入門では扱わないような、ちょっとした解釈論チックなところがね、若干、まあ、ないわけではなかった。ね、現存利益ゼロの時の価格賠償をどうするかとかね、そういう話とかね、この辺ちょっとだけまあ、応用チックなところだったんで、A ランクというね、指示をしておりますが、まあ、基本的にはやっぱり入門レベルの知識がなんとか入ってれば時、切れる、そういうね問題になっているかなと思ってください。さあ次、第3問のところに入っていきましょうか。
はい、第3問が、まあ、昭和48年の旧司法試験と書いてまして、これ皆さんちょっとここはね、旧司法試験の問題解くとき、とりわけ昭和の時代の旧司解くときにはちょっと意識しておいてほしいのが、場合分けをしなきゃいけない可能性があるというね。これは今の司法試験、予備試験の問題だと結構問題文が長いんで、場合分けをしなくて済むという感じにしてくれることが多いんですが、この昔の問題を見るときにはね、ちょっと場合分けを自分でしながらというね、それをちょっとこうやらなきゃいけないという意味ではちょっとレベルが高いです。若干ね、そういう意味でね。若干自分で、この場合はこう、この場合はこうという感じの場合分けをしながら書くということで、ちょっとね、この昭和40年代の問題とか50年代の問題解くときは、場合分けの訓練というのが入ってくる可能性があると思っておいてください。まあこれもね、訓練やっていくと、いざ難しい問題来たときにね、対処しやすくなるんで、とりあえず場合分けの訓練が入るというね、そう思っておいてもらえたらいいかなと思います。はい。で、問題が短くてシンプルですよね、これね。A は、代理人 C を通して B から土地を購入ということなんで、B が元所有していて、代理人 C を経由して購入したと。はい。で、これ誰の代理人とかのまあ書いてないかもしれませんが、これまあ文書の流れとして、A は A の代理人 C を通してと読むのがまあ素直なかなという感じはします。とりあえずね、A はの後に代理人って書いてるから、まあ A の代理人かというふうにね、読んでいただくのがまあ最も自然であるんですが、ちょっとここは難易度の高いね、問題にはなっちゃってます。その意味でね。はい。で、自分の名義にするのを嫌って C 名義に移転登記をしと。まあ、自分の登記にせずに、C の登記にすると。これまあ、やっぱ自分の代理人だから、C に任せるというのはあるよね。相手の代理人なのに、相手の代理人名義にするとか絶対考えられないからね。なので、そういう意味でまあ、自分の代理人だろうというふうに思っていただいた方が自然ではあります。いいですかね。まあ、ここはまあね、自分の代理人に、まあ、名義を任せたという感じにしといてもらった方が、まあ、自然な事実関係ではあります。はい。で、登記は C にしていたところ、数年経って、C が、D から借金をして、抵当権設定登記。で、この借入金債務が不履行になったために、競売ですね。競売はもうカタカナ、ケで結構です。実際に競売事件の裁判所の、カタカナもケなんでね。なので、もうケで競売というね、そういうふうに持っていただいて結構ですが、はい、競売のケですね。これで E が所有権を取得できるかどうかと。はい。ということで、まあ、所有権の取得というね、まあ、そういうシンプルな問題にしてますけれども、まあ、実際の問題はおそらくですけれども、E の C に対する所有権基づく明け渡し請求とか、多分そんな感じになると思うんですけどもね。なんですが、まあ、とりあえず E 所有というね、それが認められるかどうかというね、これをまあ、考えてもらったら結構という問題になっています。はい。物件的請求の問題に本来はなるはずなんですけれども、とりあえず、まあ、E 所有というのが認められるかどうかと。で、E 所有というために、まずは E としてはどう主張するかというのを考えててください。これなんか神様の目線で E が所有権取得できるかみたいな、こう中立の立場で考えろ、じゃなくって、まず E としてはどういう主張で自分に所有権が帰属するというふうに言っていくかですね。で、相手になるのはおそらく A だと思いますんでね、その E と A との主張反論を想定しながら考えるというのが最もね、いいところではあるかなとは思います。はい、ということでまずは E としては、C 所有地に D の登記が設定され、これが競売されたことで自分の土地所有権が発生したというふうに言っていくんちゃうかなと。このあたりはですね、第三者である E はおそらくほとんどの事情を知らないことが通常なので、知らなければ登記とかいう外形的な事実に基づいて主張するというのがまず出発点になります。これまあね、実際に皆さんも今後ね、将来、民事的なね、紛争に携わっていくとなると、当事者事情を知らないんで何を手がかりに主張するかというと、登記とかを手がかりに主張するということしかできないんですよね。なので、まあこの場合であれば C 名義の登記があったわけだから、C が所有する土地に抵当権がついて、で、それが競売で私手に入れたというふうに言っていくのがまず素直な主張になってくると思ってください。はい。で、ここがまず、はい。C 所有というところについて、これペケなんですよね。だから、C が勝手に D のために抵当権設定しても、これは、
無効な抵当権のはずでして、したがって競売によって取得することはないと考えられるということになってくると。ですので次の主張として何をすると、はい、E としてはここで場合分け的な主張ですね、場合分け的な、まあ、頭が使えるといいですね。はい、ここまずは E 所有になるためには抵当権が有効になってくれていれば競売で承継取得できたはずなんでね。つまり D のところで抵当権取得という主張ですね、これができるかどうかというのがまずは考えたいところです。さあその方法何かあるかです。 D のところで抵当権取得というふうに言えるかどうか。 D さんは C 名義の登記を受けて抵当権設定しますんでね。なので これですね、まず D において94条2項類推で抵当権取得という主張ができないかを考えようと。はい、まあ、これもまあ自然な主張でね、 D の抵当権承継取得がまあ無理だったんでどうするか、登記を信じてやったから94の類推でいくというふうな流れですね。これこういう流れに、ね、なることが多いです。承継取得っていうのが認められないというときに94の類推に行くというね、そういうまあ流れになることは非常に多くなるので、これも問題解いていく中で馴染んでいけるとは思います。ただし、まあ、あの皆さんに、ね、また脅すようで申し訳ないんですけども、民法相続と物件に関しては実は問題がめちゃくちゃ難しくなりやすいです。そういう意味でね、最初の方民法問題検討してて結構挫折しそうになることがあるとは思いますけどもね、大丈夫ですね。後ろの方をやってもう一回戻ってくるというタイミングをどっかで取ってください。で、ここね、民法の問題慣れてくれば相続物件とかもだんだん対処できるようになってくるんでね。で、相続物件はこの主張反論の構成というのが非常に難しいね、そういうことが多かったりするので受験生が結構苦手にしやすいところありますが、これも問題解いていく中でだんだんねマスターいけるようになりますんで、まずはここ大事なのは D としては、まあ抵当権の承継取得をしたかったけれども無理なので942の類推で D が抵当権取得という次の主張を考えるというね、そういうまあ二段構えですね。これで942の類推が出てくるようになるといいと思います。はい、ということで、まあここから先はお手の物ということで、まあ三要件ですね、権利外観法理ですよ、その趣旨から虚偽の外観、外観差別の規則性、それと第三者の信頼、この三要件がいるねという話になってきますね。はい、ということで、まあ 1,2,3 と要件ね、もうここのところは中身を書かなく当たり前だけするというね、そういう感じのこうね答案構成でいいかなとは思います。虚偽の外観としてはこれは A 所有なのにC の登記ですよね。A 所有なのに C の登記というのが虚偽の外観と。ですかね。で、これ虚偽の外観は当てはめの中でもまた差がつくよというところは入門でもお話したところではありますけれども、真実はこうなのにというのをちゃんと入れておくね。実際には A 所有であるにもかかわらず C 名義の登記があるというね、これが虚偽の外観というね、これを基礎づけることになります。はい、でその虚偽の外観 C 名義の登記ですね、作出について A の規則性はというと直接的な意思の関与ですよね。自分の登記にするのが嫌だから直接的な意思的関与ありと。ということは第三者の信頼は善意で足りると。なのでD 善意なら取得するということになりますね。はい、94条2項の類推適用論の、ね、いわゆる理由付けとかあるいは規範であるとかね、そこのあたりはまあおそらくね、多くの方が書けるようになっているだろうというふうに信じておりますので、ね、そこのところよりも当てはめのところをね、ちゃんと書いておくという感じにしておく方がね、今後のためにもなるかなとは思います。はい、さあそういうことで、まずは D が善意であれば D のところで抵当権取得なので競売によっても当然 E は所有権取得ということになるわけですけれども、はい、この時に、はい、一個まあ盲点になりそうではありますけれども、続く E が悪意な時どうするかっていうのがちょっと隠れたお話ですね。
で、が善意で次、いい悪意の時どうするか。というと、まあ、ここは、いわゆる絶対的公正で、ひとたび善意者が現れれば、その後のものは保護されるということで、絶対的公正。いいは所有権取得する。はい。ここはちょっと忘れやすいかもしれませんし、加点10ぐらいになるかなという気はします。はい。じゃあ次です。で、悪意ならどうするかですね。はい。でが悪意だと、では抵当権を取得することはありません。いいですかね。E が競売で取得することもないかもしれませんが、E としては何を信じて取引するかというと、D さんの抵当権あるから競売しても大丈夫だろうということで、E の抵当権、じゃん、ごめんなさい。E としてはやね、D の抵当を信じて取引してるはずなんですよね、競売ね。なので、E 自身の94条2項類推というのも次に出てくると。はい、E としてはなんで競売したんですかというと、D が抵当権を持ってるよ。確実に抵当権の実行によって所有権取得できると信じたからこそ取引したはずなんでね。はい。ここね、で抵当を信じたというよりは、まあ、E が経絡できる、ね、自身が経絡できるというね、経絡して所有権手に入れられるというふうに信じて取引したというのが、まあ、より正確ではありますけれども、まあ、ここはもうね、あまり厳密なことは今はね、気にしなくて結構です。とにかく、まあ、E としては、信じて取引してるはずなんでね、何かをね、競売で手に入れられるという信じてね、取引してるはずなので、競売によって、取引、ね、取引の安全の観点から94条に類推の主張をすることが考えられるということに入っていければいいでしょう。はい。ただし、E が信じた外観は D の抵当権です。D の抵当権いうのを元の権利者 A が直接作出したかというとちょっと違うんですよね。いいですかね。E が信じたのはここです。けども、ここを A 自身が作ったわけじゃないので、110も併用した方がいいかなというふうに思います。で、この110条併用の話は3の当てはめの中で書いても結構です。2と3の間に書いてもいいです。2、丸2、丸3ですね。丸2、丸3の間に書いても結構です。はい。虚偽の外観としては、これですね。D が抵当権ないにもかかわらず、抵当権の登記があるというのが虚偽の外観になります。で、D の抵当権登記ということについて、A は自らその外観を直接作出したものではなくって間接的な関与ですね。ここは間に入った C が勝手にやったことというね、そういうことになるので、これは直接意思的関与があるとは言えないと。なのでここで、まあ、110併用というのをね、書いて次の丸の3に入ったらいいと思います。はい。まあ、110条併用の話ね、前に出せるネタ前に出してもいいですけれども、多分書きにくいと思うのでね、2と3の要件の間にもう入れてしまうというのでも全然いいかなと思いますんでね、そこはもう気にせずね、94条2項類推と言いながら、最後は110併用の当てはめをすると、まあ、それでも全然 OK ですので、まあ、そこは気にせずに2と3の間に書いとこうというふうにしとってもらって全然 OK です。はい。で、あとは善意無価質と言えるかどうかですが、そんな事情本件ではわかりませんので、E が、善意無価質なら、丸という場合分け的な書き方するしかないです。
で、一般的に競売で、ね、買おうという人、ですね、完全に第三者のはずなんでね、そんな CD 間で何があったとか、A シーン間で何があったとかね、そんなも知らんわというふうになることがまあ普通でありましてね、そういう意味ではまあ善意であるというのが普通です。で、かつ何らかの不審事由でもない限りは過失は発生しませんのでね、なので不審事由も特にないということで、善意無過失というふうに当てはめの結論を持っていただいても結構ではありますけどね、ちょっとそこは勇気がいる書き方ではあるので、問題文からわからなければ善意無過失ならばというね、そういう場合受け的な書き方で OK というふうにしておいてください。はい。3問目、なかなかに、ちょっとこうね、94条2項類推というね、超有名な解釈論ではありますけれども、なかなかにね、すぐにね、どこで書くかとか、どうね、そこに結びつけたらいいかとかね、そのあたりがなかなかね、しにくいところかもしれませんが、はい、あまり意識、ね、せずに、まずは素直に当事者の主張から入って、で、それが無理だから次にこの主張をすると考えられるというふうに入っていただければ結構です。で、よくある、まあ参考答案になりますけどもね、12ページ、まあ いきなりなんか原則を示して、ダメだから修正して、みたいなね、そういうまあ原則修正パターンと昔からよく言ったんですけれども、まあそこに乗っけて書ける方書いても結構なんですけども、素直にいけば、まず E としては、D の抵当権が有効であり、で、その競売によって取得したと主張しうるところ、D の抵当権の設定は C が無権利だから無効となると、よってこの主張は認められないというふうにね、そういうふうにまあ当初、板書したような感じで書いていけばいいわけですよ。ね、ここね、E の所有ということについて、C 所有時に D の抵当権が設定され、でそれが競売によって自分に所有権移転したと主張すると考えられるが、この C 所有が、存在しないので、この、抵当権の実行による競売取得は認められない。こうなりやすそうだと。で、次にという感じで書いたらいいです。これ、最もという感じでね、こうこうこうだから、信頼保護されるべきである。で、法的構成が問題となるという問題提起をわざわざしてますけれども、ここも、結論先行じゃないですけども、もっともではなくてね、次にですよね。次に E としては、D の抵当権を信頼して信頼して、契約している以上、94条2項類推による主張を考えると、94条2項類推の権利取得を主張すると考えられるというふうに、次にする主張はこうだと考えられるというふうに書いていけばね、この問題提起をしなくっても全然同じことが短くよりね、書けるようになってくると思いますので、なのでそこも、まあ無理をせずね、問題提起をしなきゃいけないとかいうのが受験の会の、まあ結構ね、多数のこう言ってる人ではありますけれども、やらなくたって内容、ね、濃い内容のことはいくらでも書けますので、そういう意味で次にこういう主張をすると考えられるというふうに入ってください。で、94条2項の趣旨書いて、規範書いて、で、最後3つ当てはめというのがね、できるようになっておけば結構かなと思います。はい。で、答案の順番としては、12ページ一番下ですけども、3と4ね、仮に D が悪意であった場合を先に入れてますけれども、4番括弧1の方が先かなと思いますね。D が善意であれば、D で94条2項を取得するのでね、で、その場合に仮に E が悪意であったとしても保護されるということで、3と4入れ替えといた方がより流れとしては自然かもしれません。で、で、善意の場合が2番でしょ。で、3番で悪意の場合でしょ。で、もう一回4で善意の場合という形でね、ちょっとこう話がこう飛んでますんで、で、善意の場合というのをまとめてね、2と4先に書いて、で、あとに3というね、そういう感じで結構ですし、まあ、絶対的構成をここまで長く書く必要もないと思いますんでね、一言で結構なんで、理由一つ。で、結論。これだけで結構なんでね。そういう意味では、絶対的構成の説明としては、おそらく4行で終わり。ね。それぐらいでも全然 OK だろうと思います。はい。ということで、まあ、この問題ですね。この、総論の問題ね、民法総則の問題、特に物件絡みになるとね、途端に難しくなるんですけれども、ね、そこもやっぱ慣れです。ね、物件的請求の、まあ、主張を構成する。まずは承継取得の主張。で、次に942の主張というね、そのまあ大体こう流れでね、書くことが多くなると思いますので、この順番というのはね、しっかりと大事にしておいてください。はい。さあ、4問ですね。だんだんとね、難しい問題が、入ってきてますけれども。はい、4問までやってね、休憩入ることにしましょうか。はい、第4問。はい、これも、まあ、1、2が長いんで、上から行くという感じにしましょうか。はい、上から行きます。A が B 名義で登記されている建物を B から賃借して引き渡しを受けと。いうことだったんだけれども、はい、店舗を経営しております。A は賃借にあたって敷金も払いと。はい、敷金の敷だけ書いておきます。賃料も支払いなく払ってきた。ところが、本件建物は、真実は B の配偶者である C の所有と。
で、C が B に対して、物情保証人として抵当権設定の代理権を付与して必要な登記の書類を交付したところ、B が C に無断で移転登記を経由した上で賃貸したものであったと。はい。ということで、まあ、ここのところに、はい。0番が入るんでしょうね。抵当権の設定の代理。これを権限授与したのに、B 勝手に登記と。はい、こういう事実関係になっています。まあこれがバレたら B と C 大変でしょうね。まあこの夫婦がどうなるかなんて、まあ想像はしなくてもいいかなと思いますけれどもね。まあ後でもえらいね、火が吹いているね、感じの夫婦関係になるんじゃないかなという気がしますが、はい、その前提で1番2番見ていきましょう。はい、1番、A が本件とども賃借してから1年後に事実を知った C から明け渡しを請求されたと。まああり得るね。で、A は C に対してどんな主張をすることが考えられるかということで、メインは A の反論になってます。メインは A の反論になってるんですけれども、こういう時でもまずは前提として訴訟物と請求原因の確認は終わらしておいてください。で、ここはもう短く書いたら結構です。C としては A に対し、事故の所有する建物について A が占有しているとして、所有権に基づく返還請求すると考えられるということを2行ほどで書いてもらえれば結構です。まず前提としてね、C としては事故の所有する建物に A が占有しているとして、所有権に基づく返還請求。ね、ここにも、原告所有、被告占有という請求原因と、それから訴訟物である返還請求権とか明確に書いてありますので、これだけでもう十分な4点ぐらい入るで、というか前提の確認ができていると思ってください。はい。で、それに対する反論。ということで、まあ、A の抗弁ですね。物件的請求に対する典型的な抗弁が4つありますんで、今回ついでにね、ちょっと板書、どっかでね、民法の、板書としても、見といてもらったら結構ですが、まあ、入門を受けた方はね、もう何度も何度もやってるところでありますけども、物件的請求に対する、物件的請求に対する典型4抗弁。もう早めにインプットしておいた方が楽だよというね。占有権限、所有権喪失、対抗要件で留置権と。という、まあ、大体この4つのうちから選んでいくことが多くなるかなとは思います。まあ、もちろんそれ以外にもね、詐欺取り消しを理由とする主張に対しては、取り消しの制限とかね、解除を理由とする主張に対しては、第三者に当たるとかいう反論とかね、そういうのが、まあ、別個条文の、主張反論として出てくることは可能性としてありますけれども、物件的請求に対する点検要項弁はこの4つです。占有権限、所有権喪失、対抗要件、295。このどれかになることがもうほとんどでありますので、この、まあ、引き出しを持っといたら楽です。ね、この引き出し持ってるだけでもね、問題検討が非常に楽かなと思います。はい。そうすると A としては今回は、借りてるんでね、まず。借りてるんで、占有権限の主張したいというのが、まず入ってくるはずです。借りてるからね。けども、AB 間の賃貸借は他人物賃貸借なので、まずは占有権限にならないのが原則となるというところから入ります。となると賃借権を契約によって取得するという主張を諦めるかもしれませんが、 A としては B 名義の登記を信じてやってるはずなので、やっぱりこれになります。94条2項類推により対 C への賃借権を取得するという主張が考えられるというね、次の主張を構成いただけるといいかなと思います。ということで、また3要件のお話ですね。虚偽の外観、外観作出の規制規制、第三者の信頼というね、その要件でいきますけれども、はい、一応虚偽の外観、C 所有なのに、B 登記ですから虚偽の外観ありますね。で、この外観作出について C の規制性ですけれども、
所有の登記を承認した事実はどうもなさそうですけど、抵当権設定の代理権、抵代と書いておきますという間接的な意思的関与は否定できないと。自ら抵当権の設定は頼んだという意味でね、所有権の外観を作った直接の規則性はないにしても、その所有権の登記に至る間接的な要因は C 自身が与えたということで、間接的な意思的関与はありと。ということで、110も類推すると。こうなります。そうすると、あとは A が、A が善意無過失ならば OK だというね、そういう説明になってくるかなと。はい、ということで、まあ、抵当権の設定権限ね、これを与えたという意味での間接的な指摘関与ということで、まあ、110併用ですね。これがまあ一番シンプルな感じかなという気がしますね。はい、ということで94条2項類推での取得は、 A が善意無過失であるならば賃借権の取得が可能となるということでね、しといてもらえたらいいでしょう。はい。で、これがもし無理だったら次どうするか。はい。第二の主張、第二の反論といいますかね、別の抗弁、いうのもね、考えてもらえるといいかなという気はしますけれども。はい。何があるかというと、敷金が一応ね、交付されてますんで、お金返還請求権いうのを、まあ、盾にとって、留置権を入れていただけると、いいです。で、ここはもう留置権が忘れやすいものだぞっていうのはもう入門からちょろっとね言ってるところであるんですけれども、今回お金をやっぱり B は A に対して、 A か B か、 A が B に対して請求しうる、まあ、もちろん敷金以外にも他人物賃貸借で明け渡し請求されたら損害賠償請求権を B に請求するということは考えれるんでね、対 B の損害賠償請求権を理由として留置権を主張ということが考えられますけども、これはもう典型的なお話です。非担保債権と、それからね、その物との関連性の要件ですね。ここは、留置権というのはどういう権利でしたかというと、返せに対して嫌だ払えと、こういう権利ですからね。嫌だ払え。ね。返還請求してる人と債務者とが同一というのが大前提だとっていうね、そんな話をしましたね。なので、まあ、そこの要件からしてこれは満たさないというね。非担保債権成立時点で返せという人と、それから嫌ね、債務者とが同一であるというね、そこが要求されるということで、ペケというね、そういうふうに持っていきましょう。はい。ということで、まあ、これね、94条2項類推ができたら、まあ、これで A は、ラッキーということでありますけれども、それが無理な場合については、ちょっとね、留置権の主張はできないよと。はい。ということで、問1。94条2項類推の使い方ですね。で、このあたりで、ちょっとね、物件的請求の点検要項弁というのを、まあ、できるだけ早くにね、ちょっとこう、インプットしてしまおうというふうにやるのと、あと、94条2項類推の効果ね、第三者の保護というぼやっとした書き方ではなくって、どんな権利を取得するかということまで書いていただく方がより正確です。で、先ほどあればね、さっきのやつだったら、競売とかね、あるいは抵当権設定による抵当権取得とかね、そういう感じになっていると思いますが、信じた通りの権利取得。これが942の類推の効果なんでね、信じた通りの権利取得というね、そこのところは、この後、第7回かな、おそらく、予備の23と29、2問やりますんでね、信じた通りの権利取得が分かってないと、トンチンカンの答えをね、生んでしまう可能性があるのでね、信じた通りに権利取得というところをね、しっかりと意識して、どんな権利を取得するのかというところをね、正確に書くようにはしといてください。はい。さあ、2番目までやってしまいましょうか。はい、2番目は1問目ほどはという感じではあります。はい、A は AB 所有でないことをしたときに、C に対して B との賃貸借有効であることを認めてほしいと言ったんだけども C は拒絶したと。その後 C が死亡で B が C を単独相続ということで、はい、2番のお話ですね。C が拒絶後に死亡で B が単独相続ということで、無権代理と相続の応用になる他人物売買と相続というね、その話になったなと。
けどまあ考え方はあそこのスライドですので、そんなにね、難しく考えなくても大丈夫でしょうか。はい。で、まあ B が A を本件侵借してから1年後に明け渡しが請求されたというね、そういう感じになっております。はい、B から A に対する明け渡し請求ですね。はい、これがされたと思ってください。はい、通認拒絶がされたわけですよね。他人物侵貸借ね。他人物侵貸借について通認拒絶がされたということで、まあ、A の占有権限は完全になくなったということになるわけですけれども、それに基づいて、ね、所有権に基づく返還請求なのか、ね、賃貸借収入による返還請求なのかはちょっとわかりませんけれども、とにかくまあ返還請求をしていると。で、問いの括弧1。A の主張の回ですね。A が B に対し、単独相続理由に明け渡し請求できるか。ということで、単独相続を理由に明け渡しの拒絶というところは何を聞いてるかというと、無権代理と相続のところの応用を聞いてるんでしょうね。単独相続したら審議則違反とかなんかそんなあったなというのがありましたんでね、それと同じことが言えるかどうかというね、こういう話になるでしょう。なので、ある意味これは解釈論を知ってれば、あれのお話書いたらいいんだなというね、なので、まあ大体の流れとしては、いわゆる地位併存説ですよね。相続によって他人物売り主と本人の地位が混同するわけではなくて、それぞれの地位が併存すると。で、他人物売り主、他人物賃貸人か、今回ね、他人物賃貸人は本人の地位も相続するので、追認権、追認拒絶権どちらもまあ相続すると。で、その追認拒絶権について行使するのは審議則違反だというふうになりそうだというね、そこをベースに考えてもらったら結構です。ですが、本件は、はい、ここがどうかですよね。もうすでに C 拒絶した状態で相続ですね。拒絶後相続なので、つまり他人物賃貸借がもうおよそ通認される余地がなくなった後に相続なわけですから、その状態を引き継いだ B が、まあ怖かった奥さんの意思を継いでごめんよ、拒絶するよというのは、別にこれは審議則に反するわけではなさそうです。いいですかね。拒絶後に相続だからね。はい、ということで、まあ、ここの上の段がいわゆる典型論点の知識ですよね。それをまあさっとスライドして書いていくと、いわゆる地位併存だよ。で、追認権と追認拒絶権がまあ相続される。で、拒絶するのは審議則違反というのが、これがまあ判例の一連の流れですよね。で、それに対して本件では、C が拒絶した後にも相続してるよということで、これの追認拒絶を後から主張するのは審議則違反とはならないというね、そこがまあ一言説明できたらいいのかなとは思います。括弧の2、1の理由だけ私でいなければ A を B に対してどんな主張をするか、特に敷金まで拒絶するということが言えるかどうかということで、まあ特にとあるんで、特に以外のものも考えろよっていうね、そういうところなのかなと思うんですけれども、特にのところの敷金ですね、敷金の返還請求根拠条文がね、できたらパッと出るといいです。622の2っていうね、ところになりまして、はい、敷金の返還請求権622の2、で、通常は1号です。賃貸借終了しかつ賃貸物の返還を受けたときということで、明け渡し後に発生ですのでね。なので、明け渡し前に同時履行は無理ですね。明け渡し前に留置権、これは不可、もちろん同時履行の公弁も無理というふうに考えておいてください。特にの方はこれで、まあ、あっさりと終わりと。で、これすいません。平成18年九州の時代はまだ622の2という条文がなかったんで、一大解釈論だったんです。なので、こういうのが一問の問題で成り立ったんですが、これ、民法改正によって条文ができた関係上、問題としては死んだというふうに思っていただいて結構です。敷金、同時履行、無理。ね。敷金、
留置権無理、ね、このあたりはもうね、全然もう論点ですらなくなったというね、そういうことになるかなと思います。で、他に何か反論あるかというと、おそらくですが、他の非担保債権としてさっきもやりましたけども、損害賠償請求権を理由に留置権と。で、実を言うとここに若干の解釈論があります。はい、もう一度295条の規範を正確に出すと、非担保債権成立時点で返還請求者と債務者同一という話ね。で、今回は非担保債権成立時はいつですか、損害賠償請求権ね、損害賠償請求権成立時はいつですかっていうと、おそらくですが C が拒絶した時です。C 拒絶時に発生してるはずなんですね。で、C 拒絶時に返還請求者は C、債務者 B、別人なんですよ。けどこれが相続で同一人に行ったわけですね。だから結論としてはどっちに転ぶことも可能ではあるんですよ。現時点では返せという人と債務者同一になってるんでね。なのでそういう意味で、あ、留置権認めても良さそうかもしれんということで、ちょっとここは考えて、いつもの解釈とは逆にするというね、それもありかなと思いますが、はい、拒絶時。満たさないと。けども今は満たす形になってます。ただまあここはあまり規範いずら、規範を変更しない方がいいです。非担保債権成立時点で返還請求者と債務者が同一というね、そこをずらさないようにしといた方がいいかなと思います。たまたま相続という理由で、たまたま留置権が言えるようになったというね、それはちょっとあまりにも妨害の利益を与えているような感じになるので、ちょっとそこはあまりお勧めしない結論にはなるかなとは思います。はい。ということで、まあ一応、拒絶時、非担保債権成立時には満たさなかったんで、まあ留置権も不可というね、そういうふうに持っていただいていいかなとは思います。はい。ということで、まあ、回答例ね。一応、まあ、モダリティ適用しているところが、まあ、いくつかありますけれども、まあ、項目としては、ほぼ、これで拾えてるかなと思いますんでね。項目としてはね、今、書いたようなところですね。94条二項類推論とかね、あるいはこうね、地位併存説、審議即説ですね。それのスライドとか、あるいは 622-2 の、敷金の発生時とかですね。そのあたりの項目が、まあ、書けていればね、それでまずは御の字かなというふうに思っとってください。はい。なので、まあ、細かいね、なんだか問題提起してるとこ変えた方がいいとかいうのはありますけれども、まあ、そこはもうね、一旦ちょっと保留ということでね、まあ、参考にね、まあ、こういう項目が拾えてたらいいよというね。で、何度も言うんですけども、書くときね、素直に当事者の主張を並べていけばいいからね、A としてはまずこう主張したいと考えられる。けれども、これこれだから認められない。で、次にこういう主張したいと考えられるという形で、次にという形で繋げたらね、非常に短い答案にね、まとまっていきますので、そこはもう問題提起で悩むぐらいなら書くな、ね、それが意識しておいてもらってもいいぐらいのところかなとは思います。はい、ということでちょっと前半長くなりましたが、一旦ちょっとここでね、皆さんお疲れだと思いますので、一旦休憩ということにしたいと思います。10分ほど休憩取ってください。はい、そしたらじゃあ後半の方にね、入っていきたいなというふうには思います。ライブの方ね、この後まあ夏の季節がね、続いていくんでね、ちょっとで、ね、夏の季節は、クーラーの機器が部屋によってちょっと違ったりをしてですね、調節ね、上着でちょっとこう調節するような感じにしてもらえたらいいです。場所によってはクーラー効きすぎてたりとか、あるいは全然効かなかったりとかね、そういうこともあったりするんで、ちょっとね、上着をちょっとこうね、持ってきていただけるとね、体温調整しやすいかなとは思います。はい、とりあえず第5問からね、できたらまあ10か11ぐらいまでいけたらなと思ってますんでね、ちょっとね、スピードアップしながらいきたいと思います。はい、まずは、59年、まあ、この時代も旧司法試験の問題なのでね、少し場合分けというのをね、意識した方がいいかなという、そういう問題にはなっていきます。で、ちょっとね、新しいインプットなんかもね、ここでお話をしようかなとは思ってますが、またね、ちょっと必要なところでやっていきたいと思います。はい、とりあえずはまあ上からいきましょうか。短いんでね、6行なので上からいっても変わりません。はい、権利能力なき遮断ということで A があって、権能なき遮断なので、点々点でやっておきましょうか。で、その財産である不動産を A の代表の一人である B の登記にしていたところ、私利を図る意図のもとに不動産を第三者 C に売り渡したと。
まあ、こんな感じになっておりますね。はい。ということで、まあ、尻を測る意図ということで、まあ、ここはもうね、代表として尻を測る目的であれば、これはいわゆる代表権乱用というね、それに当たりうるというふうに気づきたいところですね。まあ、いわゆる背任行為ですよね。自己または第三者の利等を測る目的ね。これまさに背任というふうに言っていきますけれども、まあ、背任イコール代表権乱用というね、そういうふうに気づけるといいかなとは思います。はい。で、この場合における AC 間の法律関係についてというね、そんな感じですが、これを場合分けしなさいともうね、明文で書いてくれてます。B が A の代表者としてやった場合と、自己の名で売り渡した場合とに分けて論じなさい。というね。で、共同代表のところは、まあ、あんま関係ないので、ほっといてもらったらいいですが。はい。とりあえず、まあ、一応ね、代表者としてやった場合と、それから B としてやった場合と、でね、ちょっと分けて考えていきましょう。というね、そんな話になっています。はい。で、ここちょっと、まあね、A と C、まあ、実際上ですね、A というのは、権利能力なき遮断であるので、ちょっと書くときにね、なかなか書きにくいなというところもありですね。まあ、A から C に対する、所有権に基づく返還請求とは書かない方がいいかなというね、そんな感じがしますね。ここの A の C、AC 間のね、法律関係というところでいくと、これ登記まで行っちゃってるのかな、登記まで行ってますよね。登記まで行ってるので、所有権に基づく商登記請求とか書きたくなるところだとは思うんですけれども、所有権に基づく商登記請求と書きたくなると思うんですけれども、権利能力なき遮断ですので、所有権に基づくというふうに一応はしといた方がいいです。権利能力なき遮断の法律関係ということで先にちょっと断っといてくださいね。権利能力なき遮断は権利能力がない以上は所有の主体とはなれない。しかしながら、実質的には、権利帰属主体となりうる、実質的にはね、遮断自身の所有というふうに認められうるけれども、形式的には構成員全員の共有総有であると言うべきであるといういわゆる総有の説明をね、ちょっと冒頭でやっておくというところが必要になるのかなとは思います。で、その際、まあ、ちょっと民訴の知識までもし入れるならば、 A がやるのか A の構成員全員がやるのかっていうね、そんな問題がありまして、正確には A の構成員全員がと書くのがより丁寧ではあります。ただそうやると問は長くなるんで、まあ一応 A はという形で書いていただいて結構です。 A は C に対して総有権に基づき抹消登記請求すると考えられると、もうここからね、出発してもらったらいいのかなというふうに思ってください。はい。ということで、まずはこれ冒頭で、権利能力なき遮断の総有についての説明をね、軽く入れておくと。で、その上で、総有に基づく返還抹消登記請求の要件ですね。とりあえず A の総有権、もともと A の実質所有だったんで認められて、で C 名義の登記あるので OK と。ということは、あとは反論ですね。これの検討。で、 C としては A 代表 B から買ったとなるとどうなるかというと、もちろん A の代表であるので代表権がある、有権代表によって A に帰属するというね、その反論があり得るかなとは思います。有権代表ですね。はい。で、ここでちょっとだけニューインプットです。権利能力なき遮断の法律関係については、特に問題がない限りは、法人に関する規定を類推するべきだということで、どの規定なのかというと、一般法人法の規定を順用するという感じになります。で、ここでまあ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律というね、それがありまして、ちょっとそこの77条というのを引いておいてください。はい。一般法人法と、まあ、略して、なんとかな、時訴なんかではね、書いてあったりしますけれども、一般法人の代表権、77条1項で、理事は一般社団法人を代表するとありまして、まあ、ここが、まあ、いわゆる有権代表の根拠条文というふうに求めてください。いいですかね。これが、まあ、いわゆる権利能力なき遮断の代表権に関するね、その、まあ、根拠条文になり得るものと、一般法人771項の厳密には類推です。権能なき遮断だからね、権能なき遮断なので厳密には類推だというふうに思っとってください。はい。ですけれども、本件では私利を図る目的ということですので、いわゆる代理権乱用の応用、代表権乱用として無権代理になるのではないかというところを考えていくと。
はい、というふうな順番で考えてもらえれば大丈夫ですね。まずは有権代表に、なるよということを主張するんでしょうけれども、そこに対する、まあ、A の反論になるでしょうけどね、実質はね、代理権乱用だ。というところで107類推を主張すると考えられる。で、ここ一応代表権乱用と代理権乱用ね。文言としては代理権に107条なってるんで、代表権の乱用で書くときは類推にしといた方がいいです。代理と代表は確かに形式的には異なる。しかしながら実質的には本人帰属という点では変わりがないので、代理に関する規定を類推するべきだ。で、よって107を類推するという感じでね、やっていただいたら結構です。はい。その結果どうなるかというと、相手方ですから C ですよね。C が悪意有過失なら無権代表と同志とこうなりますかね。代表権乱用の意図を相手方が知りまたは知ることができたときですね、悪意有過失ならば無権代表と同志しうると。なのでこの場合には抹消登記請求しうるというふうな感じで、はい、あっさり代理の場合はこれでいいです。はい、じゃあ B が個人の名前で売った時はどんな主張をするかというと、BC 売買では所有権取れませんね。BC 売買は他人物売買です。ですので C が所有権を取得するということはないのが原則となると。けれども C としてみたら、登記を信じて買ったんだからということで、またこれですね。94条2項類推による権利取得の可否を検討するということに次なっていきます。で、三要件ですね。虚偽の外観。実質 A の相有であるにもかかわらず、B 名義の登記があるという虚偽の外観ですね。これは OK とも省略していきます。けど、この B 名義の登記をしたことに A に奇跡性があるかというと、ここが欠けるんですよね。権利能力なき遮断では、遮断名義で登記できないわけですからね。なので、代表者名義で登記せざるを得ないと。他に手段がないんでね。なので代表者名義としたことに A に何らの意味でも奇跡性はないということで、これは942の類推は認められない。相手方の善意悪意に関わらずですね、これは A の C に対する請求が認められるというね、そういう結論になってくるのかなとは思います。はい、ということで、まあ、答案構成としてもあっさりね、この94条2項類推の要件ね、規範がもう出てくる人はもうね、1、2、3の当てはめの要素だけ書いていくと。で、当てはめもなんとなく頭で組み立てできる人はこんな短い答案構成でも大丈夫というね、そんな感じで、まあ僕だったらこれで終わりですが、まあそこがちょっと不安だなという方はもう少しね、文字を書いていって答案構成するという感じしてもらったら結構ですが、慣れていけばここまで縮めれると思ってください。慣れていけばね、ここまで縮めて答案構成が完成するというふうに思っとってください。はい。ということで、この問題以上でおしまいというね、そんな感じでありますが、まあ3ページここまで書かんでも終わりかなという感じはしますけどもね。はい。とりあえずまあ一応回答例としては3ページまでね、しっかりと書いているというところではありますけれども、まあ一応項目としてはね、ちゃんと、拾ってるかなということでね、ご自身の答案でもね、あ、答案構成か。ご自身の答案構成でもね、この項目が拾えたかどうかというね、その確認をしておいてもらったら結構です。で、繰り返しますけども、原則例外と書き方じゃなくて、まずこの主張、で、次にこの主張ということでね、当事者の主張を並べていくというね、そういうスタイルで全然いいよというふうに思っておいてください。はい。まあ無理に問題提起しないというね、スタイルでいけばそういう感じになると思います。さあ、6問目。ちょっとややこしい問題になりますが、はい、第6問、問いが短いので、これは下から行った方がいいかなというね、感じになります。はい、問いをまず見ると、問いの第6問、括弧1ですが、A の G に対するいかなる請求ということで、訴訟物が全く特定されておりませんし、物件債権分かりませんので、両方あるかもということは頭にちょっとよぎるようにしておいてください。同じように、A のB に対しての請求もいかなる請求というね、そういう書き方になってますので、訴訟物の特定しっかりというね、そういうふうに意識づけしておいてください。訴訟物が不明確だぞ、ね、しっかりと特定しようというね、その意識を持っておきましょう。と、同時にもう一個です。G って何人目？ A, B, C, D, E, F, G。7人目かもしれないというね、そうなるんで、
人間関係が複雑になるかもしれないというね、そのフラグでもあります。まあ、たまたま本件ではね、S は単なる債権者、G が債務者みたいな、あ、略か。そういう感じでね、S と G が別にその人数の多さには関わりませんでしたけどね、ちょっとこのね、何人出てくるかなというね、これも問題文からわかることがありますんで、そういう意味でね、人間関係図をもしかしたら正確に書かなきゃいけないかも、というね、こういうフラグをね、ちょっとこう感じ取っていただけるといいかなとは思います。さあ、その後ですが、まあ、S が G 銀行から10億の事業資金、この融資を受けるにあたり、なので、とりあえず事実関係としてはこうですかね。すごい金額ですね。10億。見たことないっす。ね。10億の事業資金の貸付にあたり、S。これは A 保証信用組合。まあ、信用保証協会かな。信用保証協会に、保証委託ですよね。これをし。で、A は S の債務を連帯保証したと。はい。ということで、まあ、いわゆる信用保証協会というね、保証をしてくれる。ね、普通なかなかね、保証するというのは、身内でもね、やっぱ不幸になるということを想定して、なかなかなりにくいというのが増えてきましてね。で、その関係で出てきたのが、この保証協会というね、保証を専門にする会社です。で、保証をすることに、まあ、例えば保証料というね、料金を受け取って、何もなければそれが売上になります。で、万が一保証しなきゃいけなくなると、そのね、売上とかそういった、まあ、いろいろこれね、国とかからお金が出たりするんですけれども、そういう金で、まあ、いざという時には代弁済するというね、そういう形になるのがこの保証協会で、実務上よく出てくるね、そういう立場の、会社だと思ってください。はい。で、連帯保証人。はい。代表の S ですね。この A の S に対する求償権がまあ発生しうるわけですけれども、求償権の保証として、代表 B と。はい。求償権保証というね。初めて見るときは結構びっくりして、なんじゃこりゃってね、思うかもしれませんけれども、おそらくですが将来的に皆さんね、これはよくよく見てくるね、見るようなそういう、形の取引形態と思ってください。はい。で、結局 S の財政が悪化して、債務弁済できなかったことから A が、弁済と、したので、まあ、A の S。それから B に対するね、請求権が顕在化したというね、そんな感じになっております。はい。で、その際に S の元会長 C が背任容疑で逮捕されということで、まあ、ちょうどね、この平成24年頃かな、そういったね、ある紙の会社ですかね、それの会社でこうね、問題になった、もうちょっとあったかな、そんな話がありましたけれども、S の元会長 C ですね。これがおりまして。で、C の賭博に批評されていたことが判明したと。で、事業資金の融資。創業者所属の C の意向に逆らえない雰囲気が S 内にもあったために B も C に言われるままに書店の続きを行ってやったものだというところでありました。で、A はこれらの事情を新聞報道で初めて知ったなんていうね、そんな話になっておりますが。はい。ということで、まあ、この事例を前提にですね。はい。まあ、この C が賭博をしたというね、そんな話でして。さあ、A がまず G に請求というね、これが、何を請求するんだろうというね。これが最初ちょっとこうね、ってね、なりそうなところではありますけれども、まあ、A としては何をしたかちょっと弁済してるんでね、弁済したものを返せ、という形なんじゃないかなというふうに思われます。で、弁済したものを返せ、と何を言う、持って言っていくか言うと、弁済の根拠になった契約、無効だから返せというところが一つね、法律構成としてあります。これ、返せというためには、契約の効力指定、これが要件になってくると、こう思ってください。だからまあ、これは返せですけれども、効力指定がいると。こう論理的に判断してください。返せというためには、契約の効力の指定がいると。で、今回は保証契約ですね。連帯保証の時にはちょっとさらに頭を二つに切り分けてください。主債務の問題と保証債務自体の問題ということで二つに分けて分析というのをしていくというのが今後の皆さんね、分析スキルとして持っとってください。保証債務に関しては主債務の問題と保証債務の問題でね、ちょっと分けていくと。主債務の問題と保証債務の問題に分けて効力指定の要因があるかどうかを考えると。はい。
ということで、まず主債務に関して、はい、何か問題がありますかというと、会長 C の賭博のためということで、あ、賭博、公序良俗違反。いいですかね。そこは反応できてください。賭博、公序良俗違反。けども、消費貸借契約そのものがというよりは、その動機がというね、そういう感じですよね。だからここはいわゆる動機の不法。で、主債務たる貸付契約が無効であることを理由に、保証債務の返還請求ですね。保証債務に基づき履行請求したものの返還請求をするということが考えられるということで、まあ、動機の不法というのがね、この主債務に関する問題として気づけるといいかなということになります。で、ここはまあ皆さん自説ね、何らかの形で持っているとは思いますけどもね、動機の不法の程度とか、それの相手方に対する取引の安全のね、強弱とか、まあその辺の相互考慮するというのもあるし、動機が明示目次に表示されていた場合はというね、そういう形で、そういう立場を取る人もいるでしょうし、とにかく自説が書いていれば OK です。で、おそらくですが、今回のところですね、賭博という事情については G はおそらく知らなかったと思いますんでね、いいですかね、新聞報道で知ったというね、そのあたりのことがわざわざ書いてありますんで A がね、ということはまあそれまでね、その内部のことについてはあまり外に大っぴらに出てなかったというふうに考えられますんで、まあ、G もおそらく知らなかったはずですね。いいですかね、 GS 間ね、S の側で賭博に使うという動機があったかもしれませんけれども、G の方にはそれが相手に伝わってたとは言えないんでね、そういう意味ではちょっとここは動機の不法理由にしてのね、無効主張というのは無理かなという結論になるかと思います。はい、続いて保証契約に特有の問題が何かあるかと。保証契約をまあ、効力否定する。で、まあ、効力否定とありますけれども、ここ、効力否定は無効と、取り消しと、解除です。今日の皆さんへの問題の解き方集の中におそらく入れてると思いますんでね、効力の否定というのは、無効取り消し解除です。保証契約そのものに無効事由があるかちょっとそれはちょっとなさそうかな。解除事由があるかな、ちょっと解除事由ないかなということで、消去法で実は取り消ししか残らんのですね、これね、考えるには。で、 A の立場で取り消し事由がなんかないかなと。賭博問題は賭博ということについて知らなかったということからすると、まさか賭博とは思わなかった。あ、錯誤という感じでね、構成ができたらいいなと。はい、問題点本件では賭博なんでね、ここの賭博ということを A がどう思うかというと、事業資金として借りてるはずなのに実際には賭博に使う用途だったということで、いわゆる動機の錯誤があると。で、それが相手方に明示目次に表示されているというね、その要件が満たされればいいかなというところであります。はい。ということで、まずはこの動機ですね。ちょっとこの95条は当てはめが難しくなってるね、問題が多くなりますので、まあ、95条の、まあ、文言に当てはめするときにね、ちょっとここできるよというね、注意点、再度ね、皆さん確認しておいてください。はい。95条。もう一つ条文の、説明ではありますけれども、まず95条の1項。はい。はい。まずは、次に掲げる錯誤ということで、1号の錯誤か2号の錯誤かというね、そこの分類がまずは必要だよと。で、1号の錯誤はほぼないよというね、そんな話でありますけれども、まあ、1号は意思表示に対応する意思だから、公開意思がなかったみたいなね、そういう話が1号。ですが、ほとんど困難なくって2号ですね、基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤ということで、当てはめするときもね、ここね、基礎とした事情についてのその認識。で、ここで一旦切ってください。基礎とした事情についてのその認識ということで、本件では錯誤に陥ってたのは A ですから、 A はどんな認識でしたかというと、本件の借り入れが事業資金という認識だったんですよ。けども実際には賭博資金だったということで、真実に反する錯誤と。いいですかね、当てはめするときもどんな認識という認識のところで切って当てはめするというふうにするとやりやすくなりますんでね、今回の A さんは事業資金の保証であるという認識で保証に至ったわけだけれども、実際には賭博資金の
保証をしたというところになるわけで、認識が真実に反するというところの2号がまず言えると。で、あとは重要なものということで、行為者、その錯誤がなければ取引しなかったし、一般人もそうだろうというふうな事情がいる。まあ、ここはおそらく本件では言えるでしょう。ね、賭博だとしたら誰が保証するかと。10億ですよ。そんなことは絶対しないだろうということで、まあ、これも、ね、重要なものも OK かな。で、あとは2項、表示とありますね。この表示というのは動機が相手方に明示目次に表示され、かつ意思表示の内容になっていることというね、そういう解釈をする。まずはここね、判例の知識ですけれども、旧判例になりますが、そこの判例の知識をね、表記する。はい。さあ今回はその動機ですね。事業資金という動機。明示目次に表示されてたんちゃいますかね。はい。事業資金。1行目から2行目かけてね、10億円の事業資金の融資を受けるにあたり、保証協会に保証を委託しですよね。これ S 社が10億融資です。10億って皆さん借ります？個人で絶対ないですよね。10億という金額からしても事業資金という推定が働くし、でなおかつその A 保証信用保証組合ね、保証協会自体も事業資金への保証をするという、そういう役割のところなんでね。なので、そういう意味では、明示目次に表示され、契約内容になっていたというふうに言うことができる事情ではあります。はい。ということで、まあ、ここですね。10億から、借主が S 社という会社です。この2点から、動機が明示目次に表示され、契約内容になっていたと言える事情です。10億という金額の大きさね。金額の大きさと借主が S 社という会社であるというところから事業資金への融資であるという動機は明示目次に表示されていたというふうに考えていってください。はい。というのはまあ、なかなか受験生の最初の民法の第一問のね、第1回目のところからこんな当てはめまでできるというのは皆さんには期待してませんのでね。なのでまあ、ここは試験直前期にできるようになったらいいというふうに思ってください。いきなりこんなね、当てはめね、できるのはプロでなければなかなかできないんで、ここの当てはめができなかったような別にね、皆さん凹むことは全然ないね、ところで、むしろ95条にちゃんと気づけたというのがあれば、まあ、今の段階では OK というふうに思ってください。はい。で、この上で、あと95条の参考以下の重過失要件特になさそうなんでね、なので、この錯誤の主張は認められるということでいいと思います。はい。まあ、結論としてね、否定するというのももちろんあり得なくはないですが、重要性かけるとか、あるいは表示されているけども、契約内容になってないとかね、そういう要件のところで切るのはあり得ますけれども、まあ、一旦はこれでね、錯誤取り消し認めるというね、そういう主張もまあ、ありかなと思います。はい。となると、あとは効力否定、錯誤取り消しですので、後先になりましたが、訴訟物は 121-2 と、これでいいです。訴訟物としてね、121-2、1項に基づき、無効な行為に基づき支払ったものの返還を請求すると考えられる。というね、そういう法律構成で OK かなと思います。で、最低限この2つです。で、今回の場合は、社長 B が自分自身の利益を図るためじゃなかったんで、これ気づけなかったとしても仕方ないです。社長が自分の利益を図るためだったら、これはもうね、ドンピシャで、代表権乱用というのを気づけて当然だということになるんですけれども、これは今回第三者取り目的になってます。いいですかね。今回社長 B は会長という第三者を取りする目的なので、この第三者取り目的の背任とか、第三者取り目的の代表権乱用は気づきにくいね、そういう事例になりますんで、これは気づけたらラッキーと思っててください。だから一応三角しておきます。気づけた人は非常に素晴らしいと思いますけれども、ここは第三者取り目的になっているので気づきにくい、そういうところなんで、落としたとしても仕方ないかなというか、むしろね、司法試験で一回ね、この第三者取り目的の事例出たんですけども、ほとんどの人が書かなくて合格したというね、そういう感じだったので、第三者取り目的の代表権内はまず無理ね、気づけなくても仕方がないかなということで、ここは一旦ね、三角で保留にしといてください。ここはもちろん書けたらね、超素晴らしいというところではあるんですけれども、そこを取りに行くかっていうと、まあ、取りに行っていただいてもいいですよ。まあ、気づくのは第三者取り目的、背任だ、ね、代表権乱用だというところをね、気づけるといいかなと。まあ、背任と代表権乱用がイコールね、そういう感じで繋がっていただけるとよりいいかなというところではありますが、はい、まあ、ここも仕方がないかなっていうね。はい、気づけたらラッキーという感じのところであります。はい、マストは動機の不法と95条ね、これがマストというふうに思っとってください。
さあ次は A が B に対する請求ということで、はい、A の B に対する請求は求償権請求ですね。まあここは否定する要素がないような気がしますけどもね、求償権の請求ということで、 A の B に対してはまずは主債務が委託に基づく求償権で、それの連帯保証人だからということで446、はい、というのをまあ最低限根拠条文として挙げられるといいですね。一応今回保証人なんでね、 B はね保証人なんで446は絶対挙げてくださいけども、その、保証の主債務は何っていうと、主たる債務は委託保証人からの求償請求なのでね、これが主債務ですよと。これを主債務とする保証債務の履行請求が考えられるというのがまず1点で、これがまずはマストね、絶対に気づきたいところであります。あともう1個、いかなる請求をと言ってるんで、こんな条文を示して終わりで終わるはずがないとは思っておいてください。これで2行で答案終わったらなんかね、あえて問題作った理由がよくわからんくなるんでね。で、今回のところの考えどころはそこでして、B についてですが、10億の資産なしって書いてるんでね、これがヒントです。10億の資産なしっていうことは、無資力と。この無資力かどうかというのは債権額との大きさで決めていきますんでね、この10億の保証債務を弁済できるだけのまあ資産はなかった、無資力ですね。無資力ってことはダイヤ取り消しなどというね、その方法を思い浮かべるといいですが、今回考えるのはここでしょうね。 B の C に対するなんか請求権がありそうなんでね、B の C に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を代行使するとかですね、そんなのがまあもう一個思い浮かべばまあ十分かなと。はい、それ以外気づくの無理っす。でもうこれ気づかなかったらしゃあないんでね、気づかなかったらもうしゃあないんで、ここはもうこれ以上深入りはせん方がいいかなというね。でむしろそれよりは債権的請求であることははっきりしてるんでね、 A の B に対する請求ね、約定法定代位取り消しなどというその約定債権の施行規定から契約上の請求としてのこの保証債務の履行請求と、法定債権何かあるかな、不法行為的なんかな、あるいはそれの代位ということで423ぐらいが出てきたらいいかなというね。でここでまあ考えるときにちゃんと約定債権、法定債権、代位取り消しなどというその債権的請求の引き出し、ここに立ち返って1回は検討してみると。で思いつかなかったらもういいやというふうに割り切ってくださいね。そこでまあね、思いついたか思いついてないかでね、それほど大きな差に、ね、なるところではないかなと気がしますけれども、まあ一旦は施行規定に戻るね、施行規定に戻って約定法定代位取り消しなどですね、なんかないかなというふうに考えてみて、思いつかなかったらもうそれ以上無理はしないというね、そういうやり方でも全然 OK かなとは思います。はい、まあ、回答例も一応は欠けてるかなと思いますけども、代表権乱用のところはねなかなか、まあ、気づきにくいと思いますので、2番括弧1かな、ここはもう超加点自由というふうに戻ってください。はい、ちなみに24ページ一番上、訴訟物ね、不当利得返還請求で来てるところではありますけども、121-2でいいんじゃないかなというね、感じがします。無効を理由に返還請求するからね、なので 121-2 の方がより正確なのかなというね、感じがします。はい、703、704は一般法理的な感じですのでね、特別法たる 121-2 というね、これの方がまあ直接的な根拠条文だろうという気がします。ということで、まあ、ちょっと重たかった第6問が過ぎたんでね、この後まあ少し、軽めのという、軽めではないね、問題としてはちょっと若干ちょっとね、まだ重たいところはありますけれども、はい、第7問以下。はい、可能な限りで言っていきましょう。
はい、第7問ですけれども、括弧1の問題は、こういう問題の作り方するのはね、学者の作った問題ですね。もう西南大学の法科大学院だからね、それはもう学者さんが作った問題だろうということでね、こういうまあヘンテコリンな問題を作るのは学者さんだということで、もうこの、7番括弧1はあんまり復習もいらないかなというね、それぐらいの問題ではあります。まあ当たり前っちゃ当たり前になってくるんでね。はい、とりあえずまあ7の括弧1、簡単にだけ図は作っておきますが、A 所有の土地について、AB 間で売買がなされ、で、代金済み、引き渡しも済みと。だけども、登記はまだと。で、その後、建物を建てて住んでたところ、5年余り経過した後に、登記、売却、これがされてしまったと。はい。で、C が B に対しての建物、住居、土地役立ちの請求している請求認められるかというところであるんですけれども、こんなん二重譲渡で先に登記備えた C なんか数に決まってんでしょということでね、こんなアホみたいな問題出すかというふうに思ってくださいね。こんな問題をね、簡単にね、終わるような問題を普通は出してこないね。まあ、西南大学の法科大学院だからというね、そういうところなんだろうというふうに、まあ一応ね、邪推はできるところでありますけれども、まあ一旦あまりね、ほなもう明らかにできるというね。で、もちろんまあ C がね、対抗要件で勝つのが原則ではありますけどもね、配信的役位だったら別だろうなというね、その辺はちょっと場分けして書いておいてもらったらもう結構です。で、あまりここは深入りはせん方がいいですね。この対抗要件の問題は本来は反論で使うというのが本来のあり方なんでね。その C が請求の要件としてなんかね、177条を使うみたいなね、そういうやり方っていうのは問題として変ですね。そういうのではなくて、むしろ B が、先に登記ね、備えてない、ことでね、177の反論をするとかいうのが普通の使い方なので、まあ、明らかに二重譲渡で勝ってる人からの請求でね、177条論をね、そんな書かせるのはまあ学者さんですね、あまり気にしないでいいかなということで、括弧1、ね、配信的役員者の排除論ですね、それがまあね、ちょっと書けるようにしとこうというふうにしといてもらえれば結構です。はい、ということで、括弧の1番一旦置いといてください、ね、あまりこうね、深入りしてもしゃあない問題です。で、括弧の2ですかね、こちらの方が少しだけ、気をつけるところになりますが、C がスーパーマーケットを営む会社で、用地買収担当の D が、近隣、宅地造成されて格好の添付主なるものと判断して倍近い値段で買ったということで、 D が、値上がりするやだね、宅地造成かというふうに認識して買ったんだけども、実際には開発計画なかった。で、この時の AC 間の法律関係論じなさいというのが格好の2でして、まあおそらくですが C の A に対する代金返還請求ですよね。まあこれをするんじゃないかなと。で、理由としては錯誤取り消しで訴求的無効と、まあいうことを言っていくんだろうなと。はい。で、あとは2号の当てはめとしてね、ちゃんと認識で切っといてくださいね。基礎とした事情の認識って何？ちょっと宅地造成されて格好の用地となるものと判断という、ここをそのまま書いてください。で、これが実際にその計画なかったので、真実ね、反する錯誤というふうに、ちょっとね、2号の当てはめをしておきましょう。で、重要性も特に大丈夫でしょう。金額の大きさからしてね、重要性は高いだろう。で、あとは明示目次に表示されて、かつ、契約表示の内容になっていたかと、大金額に反映されてますんでね。なので、まあ、これも契約内容化しているということで、おそらく要件としてはそんなに問題はないと、初見では思うと思います。ちょっとここでの注意点は、実際にやったのは D なのでね。D の錯誤でもって、C の錯誤として良いかもというところね。で、これ超難関というか難問です。実務家でもあまりこうね、気づかないというか、実務家でもこうね、結構スルーしてしまうこともあるかもしれませんけれども、これ一担当者の認識でもって法人本人の認識として良いかというね、そういうふうな問題点になりまして、これ原則は法人の認識は誰で見るかっていうと、
代表者で見るのが原則です。ちょっとこれは今後の問題検討の時にね、ちょっと視点として持っておいてもらえるといいです。法人についての悪意有価質は誰で見るかっていうと、代表者の悪意有価質で見ます。101条代理人でありますが、代理人法人でいけば代表者ですからね。なので誰の認識で悪意有価質を見るかっていうと、法人の代表です。これ原則にしといてください。なので今回担当ので、で勘違いしているということは、直ちには C の錯誤になりません。でが錯誤していた結果、契約の代表者たる C の代表も錯誤していたものとして95条1項2号を適用するという感じになるのが実は正確な、ね、形になるんですけれども、まあそんなところはまあ1回目の民法の検討で気づかなくても当然仕方がないので、直前期に気づけるようになっておいてくださいというね、こういうちょっとした応用問題になります。法人の認識は代表者で見るというね、これ101の応用です。代理人行為説と言われるね、お話が101条のお話ではあるわけですけども、代理行為の瑕疵は代理人について見る、ね、代理人行為についての瑕疵は代理人について見る、ね、本人が錯誤したかどうかじゃなくって代理人が錯誤したかどうかでね、代理の場合の効力指定を考えていくと、これを法人にスライドすると会社の場合は代表者の錯誤で見ていくぞというね、そういう形にスライドできることになっていきます。はい、ちょっとこの101条のお話ね、法人の代表にもちょっとスライドされるね、ところはありますので、なのでまあ直ちに D の錯誤イコール C の錯誤にはしない方がいいね、ちょっと説明入れるならば、D が錯誤した結果、C の代表も同様の錯誤に陥っていると考えられ、錯誤は認められるというふうにね、ちょっとこうね、代表の錯誤というのをちょっとどっかでね、言及しておくのがまあ正確なところかなとは思います。はい、という意味では、まあ、この7問目の問題はあまり今後の実用価値がそれほど高くはないと言いますか、むしろなんかヘンチクリンな問題をね、出しとるなという感じがするので、まあ、そういう意味では第7問ね、あまり出来不出来は気にしないでくださいね。第7問に関しては、最後のこの法人の認識うぬんというね、これもうね、司法試験の直前期に抑えるべきようなそれぐらいの問題なんでね、なので今の段階からこんなね、応用地区のところをね、意識してというのはまだまだ早いかなと。それも皆さんはまずはそのね、法律構成として、例えばこうね、現状回復請求、そのために錯誤取り消しとかね、そういう基本的なところをまず押さえているかどうかね、そこの確認をするのがまずは今のね、2年目の始まりのところの、皆さんのやるべきことです。こういう応用的な法人の認識で見るとかね、これはもう司法試験直前期にやるようなね、ローの卒業生であれば知っとくべきとかね、それぐらいのレベルのお話なので、まだまだね、皆さんそのね、段階といいますか、そんな応用的なこと知らなくても受かることは受かるんでね、なのでまあもうその前段階のところね、ちゃんと95条の文言に当てはめするというね、そのあたりをしっかりできるように、まずはやっていくといいかなと思います。はい、ということでまあ参考とはねありますが、ふーんということで見といてくださいね。ふーんということでね、置いててもらったらで結構でしょう。はい、それよりは実用性高い問題8問目、それから9問目かな、この2問はちょっとね、実用性のあるような問題かなとは思います。はい旧司法試験の問題、平成12年の旧司とありますが、平成2桁の旧司法試験の問題は、非常に、今の司法試験予備試験に直結するような内容ですね、結構傾向が今とよく似ていますので、そういう意味では平成10年以降の司法試験の問題ね、旧司法試験それから予備試験の問題はやっぱ直前期にね、優先して解くべき問題かなというふうに思われます。なのでね、直前期予備試験の問題だけだったら十何年分しかないからね、すぐ問題終わっちゃうんで、プラスアルファもう少しやるならば平成10年以降ですね、この問題集に載ってる範囲で結構かなと思いますけれども、平成10年以降の旧司法試験の問題というのはすごくね、予備試験対策、司法試験対策にね、すごく大事なところかなというふうにね、思っとってください。はい、まあ昭和50年代までやるかどうかは別ですね、そこまでちょっとやるとやりすぎかなというね、感じもするので、とりあえず少なくとも平成10年以降で、もう少し遡れば平成入ってからというね、それぐらいにしておいてもらえたらいいんじゃないかなとは思います。はい、それを置いといて、とりあえず問いが一番下で AB 間 AD 間の法律関係について論ぜよということで、法律関係型の問題です。で、この場合、主張と反論が複数あるかもと思ってください。法律関係と聞いたときには、請求ないし反論、複数あるかもしれんというね、その意識は持っておいてください。で、しかも、今回法律関係ですから、請求複数ってことは物件債権両方かもしれんというのももちろん入ってくるね。それぐらい幅の広い、幅の広いというか視野の広いね、問題検討が必要になる、そんな感じの問題になります。はい、さあ問題を上から見ていきましょうか。画商 B。
はい、商人の章と書いておきますが、そこから有名な C の画家の署名入りの絵画、これを代金2000万円で買い受けたと。で、その際、代金全額で、代引き渡し両方済みです。はい、代引き済みと書いておきます。で、その際、A と B は、本件絵画を C の新作と思っており、新作であれば通常の取引価格相当額だったというね、思っており相当額だったということがすると、実は偽物だったというのが後でね、来るんだろうと思ってください。はい、ということで、はい、本物と誤信。A、B ともにです。本物と誤信ということで、いわゆる共通錯誤ということにこれで気づいておいてもらいたいところですね。共通錯誤なので95条参考2号です。はい、その際 A は自宅の改装工事のために画廊を経営する D に対し、はい、1日あたり1万円50日との期間の約定で保管を依頼し、これ帰宅契約ですよね。1日1万で50万前払いで引き渡したと。はい、ところが絵画が C の新作模倣した偽物と、これが判明したので A が B に対して代金返せと交渉していたところ、D の引き渡しの20日後に林家からの出荷による炎症によって画廊ともに滅失したと。ということで、民法の世界ではようこういうふうな火事が起きます、ね。火事が起きたとなると、まあこれはもう滅失なので不能、なんかが不能になったんだろうというふうに思ってください。はい、これをもとに AB 間 AD 間の法律関係を論じましょうというね、そんな話になっておりますけれども、はい、今回の事例まずは AB 間から考えていくということでいいと思います。問題文自体が AB 間を前に書いてありますけれどもね、大体は前提になるものを先に検討する方がまあ分かりやすかったりします。で、前提なのは時系列先の方ですよね、こちらの方がまあ前提であることが多いので、まあ、時系列先の AB 間ですね、そこからまあ考えていくということで大丈夫かなという感じはします。はい、ということで、まあ AB 間、はい、どういうふうな法律関係かと、まあ原告は A でしょう、おそらく。おそらくですが、錯誤を理由に取り消して代金2000万円を返せというふうな主張をすることが考えられるというところになると思います。はい、その理由としては、これですね、本物だという認識が真実に反する錯誤という2号と、から重要性、明示目次に表示されて代金に反映、まあ多分全部満たすと思いますね。とりあえずまあここがやって答案構成としてはこんだけ書きましたが、あの答案の中ではね、ちゃんとそれぞれの意義ね、当てはめですよね、書いて、あとはまあ表示のところはね、ちょっと解釈ですよね、こういうふうな明示目次に表示されて意思表示の内容になっていることを要するとかね、そういう規範をまずは入れて当てはめというところはまあやっていきますけれども、答案構成としてはもう書けそうだったらね、そこはもう一気に省略という形でこれで終わりです。で、あとはこれをいかに文章化できるようにするかというね、そこのまあ練習ですよね、これを少しね、何度かやっていただくといいんじゃないかなというふうには思います。で、この95条関係はおそらくね、一番こうね、答案化しにくい、分類の、条文ではありますので、できたらまあ95条論、今日ね、出てきたもののどっか一問ね、答案化実際にしてみると、95条のとこだけでもいいのでね、ちょっと答案化してみるというね、練習してみるといいかなとは思います。多分これが一番ね、適任になってくるね、全要件満たすというふうにできるね、問題ですので、まあ、一度ちょっとチャレンジしてみてもらえるといいかなと思います。はい、ということで、まずは錯誤取り消しを理由とした原状回復請求をすると考えられると。で、これに対して B の反論、はい、何があるかというと、まあ軽くは書いときたいですね。重過失の反論は無理ですよというのは入れときましょう、共通錯誤だから。重過失の反論はできません、なぜならば共通錯誤だからと
画商ですらも見破れなかったんだから重過失はないというね、そういう書き方もできますけれども、共通錯誤だというのはちょっとどっかにね、入れときたいですね。共通錯誤なので、とにかく重過失の無効の主張は一切できないよ。それ以外、B からの反論として何があるかというと、金返せに対しては、物返せと言いたくなるよね。だから物返せ、との同時履行の公弁。これを言いたいと。けれども物が滅失して不能になってます。なのでどうするか言うと、価格賠償でと。で、価格賠償はいくら言うと、2000万ちゃいますね、偽物だったんで100万ということにしといてください。で、今回のところは、未成年者とかね、制限行為能力者じゃないので、3項の適用ないですからね。制限行為能力者とか、医師無能力者であれば、その返還義務は現存利益に限定されますが、そうじゃなければ、基本的に全額返還義務ですね。これが原則になります。滅失してた場合でも、これはもう100万円全額の返還請求と、滅失したものの価格相当額ですね。これの返還義務は、これは残るというふうに思ってください。はい。ということで、まあ、100万円の返還義務との同時履行、ないしは、まあ、相殺ですね。これをすることが、まあ、認められるというふうにしていくといいでしょう。はい。とはこそもこれぐらいでね、いいかなというところでありますが、実はこれもう一個書けなくはないです。で、書くかどうかはね、どっちでもいいかなという気がしてますけどもね、今回、まあ、錯誤を理由にした返還請求を盾にしていますけれども、もう一個の方向は、契約不適合を理由として解除、これがありえます。契約不適合で、今回541じゃないな、偽物なので、その本物の給付いうのは不可能ですよということで、解除を理由にした原状回復請求というところがね、まずは考えるところではあります。はい。はい。本物の引き渡し義務というのは履行不能ですよ、みたいなね、そういう方向性ですね。で、そこに対して、まあ、滅失だということで、同じ議論ですね。物の返還との同時履行だけれども、物の返還不可能だから原状回復だというのは入ってきうるねところなので、一応法律構成としてはね、ここ解除を理由としたという形で書いたとしても OK よというふうに思ってください。とりあえず錯誤取り消しの方ね、そこで思いつきやすいと思うんで、そちらでまずはね優先して書いてもらったらいいかなと思いますけれども、ここはもうちらかっちゅうと、もう僕だと錯誤一本で書くかなっちゅうね、そんな気がします。解除ですね、そこはまあね、錯誤と同じ主張になるからもうええやというふうになるかもしれないなというね、そういうところでありますね。はい。はい。内容としては一緒になりますね。物との同時履行で滅失してる、価格賠償ということで、まずは AB 間終了で、おそらく1900万円の請求ですね。これ1900万認めるということになるのかなと思います。さあ、続いて AD 間ですね。AD 間ではどんな主張がというふうに考えてくると、おそらくですが、また A がちょっと払いすぎてるからということで、30万の返還請求でしょうね。で、この A の B に対する、まあ、返還請求ですけれども、20日後に滅失しております。保管義務が不能になったわけですよね、以後の。以後の保管いうのは物がなくなったから、保管義務はなくなったわけですよ。なので、何を理由にやるかっていうと、一つは解除いうのが、まあ構成としてはあり得るかなと。
20日目以後の債務の履行が不可能になったということでのね、解除と。あるいは解除というのがちょっとこうね、思いつきにくかったというのはあるかもしれませんが、帰宅契約って賃貸借契約と同様に継続的契約です。で、継続的契約が途中で滅失したらどうするかというのは、賃貸借には条文があるんでね、賃貸借の条文の類推するというのはね、一つの方法としてありです。616-2やったかな。616-2、滅失で当然終了いいですかね、継続的契約ですので、途中でその使用収益不能になれば当然途中で終了、物がなくなれば当然終了ということで、継続的契約として616-2と同様の状況にあると言える。したがってその段階で帰宅契約は終了する。なので残り30万については返還請求をなし得ると。はい、解除やったらまあ現状回復請求なんで545-1でいいのかなとは思うんですけれども、616-2で行った時に根拠条文どうするかっていうね、返還請求ね、これ特別条文が特にないんで703、704を出さざるを得ないかもしれません。はい、ということでまあ一応ミニマムの答案構成としてはここまではなんとかたどり着きたいというね、一応ミニマムと言いましたけども、まあ錯誤取り消し理由にした現状回復請求と、それからね、価格賠償に関するお話ですね。これはミニマムとしてまず思いつきたいから、この A から D に対する請求として20日で滅失してるから、あと30日分というのはこれいらんよね、返してくれという構成をなんとか頑張ってみると、これは一応最低限になってくるかなというふうに思います。ただもう一個、実は A としては言いたいところが残ってくるんですね。で、ここはもうね、気づけたらラッキーぐらいのところであるんですけれども、20日間分ですよね。これは A の損害として残ってしまうんですよね。50万払って30万は返ってくるかもしれませんけども、残り20万はというと、まあ、払い損ですね。で、もし偽物だと分かってたら払わなかったのにということで、この20万の損害賠償請求いうのをなんとか工夫するというのがね、あったらさらにプラスかなというふうに思います。これ20万円分残っちゃうんでね。で、これは A が D に返せとは言えないですよね、これね。A が D に返せとはなかなか言いにくいところはあるので、A から B への20万の損害賠償請求と。で、損害賠償請求としては、まあ、債務不履行にするのか、不法行為にするのか、はい、まあ、画商ですらも新作と思うような、そういう絵画なのでね、何か B に、その、債務不履行をね、調査検討義務違反があったかというと、ちょっとなかなかしんどいような気もするんだけれどもね、とりあえずまあ債務不履行、流入者損害賠償等ですね、これはまあ考えうるということになるんでしょうけれども、B の過失ですよね、まあ不法行為でいくならばですよ。で、債務不履行ならば、まあ B にどんな債務の不履行があったと言えるのか、で、それが面積自由に当たるのかどうなのかというところをね、同じようにまあこれ結局 B の過失という形で検討することになってくると思います。債務不履行でいけば、おそらくですが契約不適合を理由とする損害賠償ということで言って、一点でそれに対して B がいやいやそれは面積自由があると気づけなかったことはやむを得ないという面積自由の主張をすると思います。同じように、まあ同じようでありますが、不法行為でいくと A が B に
B に過失ありということでね、奇跡重ありみたいな形のね、損害賠償請求するということで、結局 B の過失を認めるかどうかというね、そういうところに、まあ、まずは帰着するところなのかなというふうに思います。で、ちょっとこれね、まあ、なんとも言えないところありますけどね、まあ、過失あればというふうな場合分け的な書き方にせざるを得ないかもしれません。ね、損害賠償請求のこの過失の認定的な要素が本件ではないのでね、なので、過失あれば、20万 OK ということになるのかなとは思います。債務不履行構成でもいいです。で、不法行為構成でも結構です。どちらでも結構ですけれども、まあ、ポイントは B の過失になってくると思いますが、はい、これも思いつければラッキーぐらいに持ってください。なので、まあちょっとカッコでくくっときますけれどもね、思いついたらラッキーっていうかね、20万損害残るよなというね、そこにまあちょっとこうね、気づいてなんか頑張ってみようと。で、思いつかなかったら諦めてくださいね。思いつかなかったらもうこれもしゃあないね。メインとしてはもう30万無駄になった。それと、代金返せと。で、ここのメインが2つね、あるので、そちらをまずはしっかりと書くというね、これを優先していただいた方がいいかなとは思います。はい。ということで、まあ、回答例ある程度ね、しっかりと、まあ、全体的に書けてるかなと思いますが、契約不適合と、それから錯誤とね、両方、まあ、書いてるところではありますけれども、契約不適合のところ、結局書いたところで主張は被るんで、なので、まあ、書きたかったら書いてね、というところの加点自由だろうというね、感じはします。なので、まあ、32ページの一番下の2番、まあ、これはね、加点自由として書いている程度かなと思いますね。はい、マストじゃないかなというね、マストはまあ錯誤取り消しの要件ね、これしっかりと検討するということを優先しておきましょう。はい、あと3番の、ところで、これ危険負担で書いてるんですけどもね、危険負担じゃなくてもこれ価格賠償でもいいです。なので、皆さん一応参考答案よりはまあ答案構成としてね、どこかな。現状回復ですね、現状回復請求が、まあ、要は価格賠償になるということで、もう3行程度でね、短く書いてもらったらいいかな。今回のレジュメでいけば13ページなんですけれども、はい、13ページの一番上のところかな。はい、13ページの上の5行ですね。この内容をもう答案にもう反映できてれば十分かなというふうに思ってください。ね、B からは現状回復請求として、絵画の返還義務が履行不能になった点で、価格賠償義務成立させるべきとの主張があり得ると。まあ、価格返還、価格賠償との同時履行とか、価格賠償との相殺ですね。これを主張すると。で、額としては100万円。で、差額1900万の請求認めるというような内容が5行程度で書けてればいいかなと思いますんでね。なので、まあ一応その13ページの一番上の部分を、まあ33ページの括弧の1、2ですよね。その辺にもう埋め込むようなイメージでいいかなと。ね、この辺なんか1ページ強にわたって書いてありますけれども、もっと短くね、コンパクトに終わらせるという感じで大丈夫かなとは思います。よいしょ。はい、ということで、まあ、8問目について以上にしときましょうかね。はい、残り2問いけるかな。9問目はある程度シンプルにいけそうな気がしますが、はい、第9問。はい、一つ橋のローの問題ですね。一つ橋の問題、結構なかなか頭が痛い問題ね。この後も皆さん検討する機会あると思いますが、一つ橋結構ね、旧司法試験並みに難しいね、ことが多かったりするんで、ちょっとまあ、格好の練習問題ではあります。ただまあね、なかなか参考答案とかがね、用意できないので、入試のね、その問題見たところでね、なかなかこう、回答付きっていうのがね、手に入りにくいところがあるので、まあ、この問題集限度でね、一つ橋、あ、来た、旧司と同じぐらいというね、そう思ってね、真剣に検討いただいたらいいかなというふうには思いますね。はい。とりあえず一応、問いは A、B、C の間の法律関係ということで、これ A、B および C ですので、3社あります。いいですかね。A、B 間、B、C 間、C、A 間ね。この3つの法律関係があり得ると、こう思ってください。A、B および C ですから、A および B、B および C、C および A と、これ全部入ってるんでね。その3つの法律関係考えてねというね、そういう問題になっています。はい。で、A が、はい、A、B に対して何をしたかというと、A の所有する土地、地下鉄の予定があるので値上がりするだろうと、注意の事実を述べて、はい、売買契約を結んだと。はい、騙して買わせた。というね、そんな感じです。で、登記を済ましたところ、その後 C に対して、毎月10万円で貸していますと。
けども、賃借権については対抗要件はなしと。賃貸借、土地の賃貸借の対抗要件、まあ一応605ですので、ロット605と書いておきますが、で、かつ、また AB の売買については、詐欺については善意無過失であったと。で、その後 B は、A の詐欺に気がついていて、気がついて、売買を取り消す意思表示をした。はい。ということで、AB 間、BC 間、CA 間というね、この3つのまあ法律関係があり得るというところですけれども、まあ、まずは、詐欺が問題になっている AB 間ですね。そこからシンプルに考えていってください。AB 間ですね。そこから考えていきましょう。はい。AB 間でありますが、まあ、A の B よりは B の A に対するですよね、代金1000万円の返還請求でしょうね。はい。これをまずは言っていくんじゃないかなと思います。はい。B の A に対する1000万円の請求。金返せですね。それに対する A の反論はというと、多分ですけれども登記の返還との同時履行ということでしょうね。はい。で、これがまずは一つ目の問題点、じゃ問題点ではあります。A は騙した本人ですからね。騙した本人による同時履行の抗弁とか、そういったものを認めていいかというと、ここはまあね、現場思考的なところありますけれども、騙した不法行為者には留置権認めないというね、それの類推をするというのが、まあ、書けそうだったら書いていただけるとなおいいですね。同時履行の抗弁、留置権と同様の機能で、不法行為者からの留置権の主張を認めないというね、そんな話ありますね。不法行為者からの留置権認めない、同時以降の公弁も認めないというね、そういうことをまあ書けるならば書いてもいいかなというふうに思います。はい。ということで、まずは1000万の請求についてのお話ですね。これについては、まあ、同時以降の公弁、登記の返還とのね、対価関係だという主張がまずは1点あり得るかなと。それともう1点、金の請求ですよね。ここ。B は契約後、自分の所有物として月10万受け取ってたわけでね、10万円の収益を上げていました。けれども、遡って訴求的に無効なんだったら、その収益返せという話になりうる話。いいですかね。詐欺取り消しをするのであれば、訴求的に売買なかったことになるわけでね、でその売買してから取り消しまでの間の賃料収入ですね、これについての返還請求と。賃料収入ですね。それとの、まあ、相殺、ないしは、まあ、別個の債権として請求するという形でも結構です。相殺という形で挙げてもいいですし、B、A から B に対しての別個の債権ですね。それで挙げるというのもあり得ます。まあ、民訴的に行けば、反訴でやるのか、相殺でやるのかというね、そういう話ですので、なので、まあ、一応、相殺に出してもいいし、反訴にしても結構ですけれども、これの A の B に対する請求としては、賃料収入は受け取ってるやんけと、だから返せという話があり得るんですけれども、善意占有者 B。取り消すまでは、自分が、善意占有してるはずなのでね、なのでその果実の返還義務は負わないということで、これはね、果実に関する問題ね、結構見落とししやすいんでね、果実に関する問題、大体まあ不当利得返還請求と思っていただいたら結構です。不当利得返還請求ですね、これをするということになるとは思うんですけれども、これについては、善意占有者において返還義務を負うことはないということでね、これはもうね、この請求は認めないと。はい。これ、反訴で書いてもいいですし、総裁で書いても結構です。どちらでもね、位置づけとしては同じですので、反訴的に書くのも別に OK です。さあ、この後 BC 間で書くか CA 間で書くかですね。このあたり次の悩みにはなってきますけれども。はい。BC 間何かあるかなと。
というところで考えると、思いつかなかったら先に CA 館行くかという感じにしてもいいですね。BC 館、なんだかな、賃貸借契約があるけどな、取り消したらどうなるんだろうとかね、その辺気にはなるところでありますが、まあ、AC 館先に考えるという形でも結構でしょう。はい。AC 館。ここ。訴訟物複数。まず物件的請求。そこからですね。ここから行きましょう。はい。はい。AB 売買プラス取り消し。はい。これによって A 所有になったということで、所有権基づく返還請求ですね。これが考えうるということになりますけれども、C としては96条3項ですね。取り消し前の第三者に当たると。で、かつ全員無価値ですよと書いてありますね。なので、基本的にはね、96条3項によって、取り消しの対抗を受けないと。したがって返還請求はできない。で、その際に、まあ、わざわざ対抗要件が備わってないよというところありますんでね、プラス、対抗要件や、権利保護要件は不要というのも一応書いとくと問題文に即した感じですよね。対抗要件ないけどね。これは引いては権利保護要件ないけどねという意味ではありますんで、対抗要件の対と権利保護要件の権と書いておきましたけどね。これの要否については一応言及した方がいいでしょうね。問題文でわざわざ書いてあるんで、対抗要件ないよ。けれども不要だよ。権利保護要件も不要だよ。なので、96条3項の第三者には当たりうるということでね、済ましてしまったらいいかなと思います。はい、そうすると、取り消しで返せと言えないとなると、次、債権的請求ですね。物の請求無理だったら、賃貸借契約基づく、月10万の請求ですね。これが次の請求として考えうると。根拠としては賃貸人の地位が移転したと。はい、ということで、まあ、605の2の1項類推は意外によく今後使っていく解釈類推の、ね、条文だと思いますので、まあ、ちょっと605の2の1項、ね、確認をもう一回ここでしておきましょう。はい、確かにこれ直接適用できませんのでね、直接適用できないというところを一言はね、言っといた方がいいでしょう。まず605の2の1項で、前条、借借家、10条、31条、その他法令の規定により賃貸者の対抗が備わった場合において、その不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位はその譲り受けに移転するというね、そんな文言になってますけれども、本件では対抗要件備えてはいませんけれども、96条3項で保護される第三者ですと。で、なおかつ、譲渡にはあたりませんけれども、取り消しによる復帰的物件変動はあったというふうに言えますので、なので605の2の1項、類推できる要素があると。賃借人が出ていかなくてもいい状態で、なおかつ復帰的物件変動という譲渡に類似したものがあるということで、605の2を類推するというね、そういう形で今回は賃貸人の地位が移転するということがまあ言えるかなとは思います。ただしやっぱりここは3項言って、登記必要と。いうのはちょっとね、言及しておいた方がいいかなとは思います。登記をしないと、C からするとどっちに払ったらええねんというね、そんな話になってくるので、はい。で、そう考えた結果、賃貸人の地位が移転しますんで、BC 間特に紛争起こらないというね、そういうことになるのかなとは思います。はい、B から C に対しては、以後、賃料請求不可というのを、まあ、一言入れとくしかないですね。B から C に対しては、以後、賃料請求することはできないと。賃貸人の地位が移転するからね。
はい、というふうなところまでね、考えられるといいかなと思います。まあ最後のこれも入れなくてもいいかな、特に問題ないからね、問題ないということで、もう気づかなかったというね、答案っていうのはこれね、便利なもので書かなければ、悪いね、その減点になることはないですね、その書いたら加点になるかもしれないけどね、その書いたら加点にもなるかもしれないし減点になるかもしれないですけども、書かなかったらそもそも評価対象にならないからね、変な減点も食らわないというのがあります。なのでそのね、なんかこれ書いていいかなどうかなって迷った時にはいっそのこと書かないという気もね、結構プラスだったりするね。変なこと書いてなんかそもそもの理解を疑われて大きく減点と、これが一番怖いんでね。なので変なこと書くぐらいだったらもう書かないというのも一つです。なので B の C に対する請求ね、これについてはもうなんか変なのも書かんとこっちになったら書かないっていうね、その選択もあり得るかなと。まあ結局書かれた範囲でしか採点されませんのでね、書かれた範囲では正確に書くというところをね、心がけておくというのが一番大事かなとは思います。はい、回答例のところ、まあ一応一通り項目は、拾えてるかなとは思いますけれどもね。はい、96条3項のまあ一応要件検討して、で、登記の要否論までね、一応書いてますが、この登記の要否論は本件ではね、対抗要件備えてないというね、その文言をあえて書いてあるからね、対抗要件備えてないというのがあるので、一応そこは書いておいた方がいいかなというね、そういう感じになります。はい、ちょっと厳しいな、第9問ここまでかな、今日のところここまでになるかなということにしときましょうか。はい、とりあえずまあ第1回でもあるのでちょっと軽めにというね、そんな感じにしときましたけれども、次回第10問から、まあおそらく15問か6問ぐらいね、いくかなと思いますので、そのあたりね、25、6ぐらいまでね、一応予習していただけるといいかなと思います。で、ちょっとね、かなりまあその、夜の講義ということで皆さんね、復習今日ね帰ってからするのは多分無理だろうと思うんですけども、この復習のまあやり方というかね、そのあたりちょっとね、最後にお話をしておこうかなというふうに思います。レジュメの中にも入れたかな、そうやね、レジュメのところにも、はい、一番下のところ、レジュメ1ページか、すみません、レジュメ1ページ、はい、復習をするという時もね、今日、まあ一応ね、3時間講義ね、結構お疲れだと思いますけれども、特に思い出してほしいのは、上から2つ目のところですね。項目として主要なものを拾えてたかどうかですね。で、主要な項目で拾えてないところというのをね、すごく今後のね、弱点ポイント、要復習ポイントというふうに思ってください。まあ、今日のね、冒頭で近いところでお話をしたところでありますけれども、参考答案と全く同じ問題、ね、文言とか絶対書けるはずがないけれども、項目はやっぱり合格者は拾ってくる。で、とりわけ主要な項目、ね、今日の講義の中でも、これはもう書くの難しいとかね、これは気づくのはもう無理だよとかね、そういうのも何とか言ったと思いますけども、そういったところは結構。で、そうじゃなくって、これは最低限気づきたいねというね、そういうところでちょっと落としてしまったところとか、いうのはおそらくですが、入門の段階とか、あるいはこうね、1年目の勉強の時に、事実と文言の対応関係、ですね、これがまだこうね、うまく噛み合ってないというところだと思うんですよ。で、なのでその事実と文言の対応関係がまだね噛み合ってないところっていうのは、まあ要復習ポイントというふうに思ってください。まあ入門のね、講義を受けていただいた方は、B ランク以上のところがほぼなってくると思いますんで、B ランク以上の主要項目だったところですね、ここで、ちょっとね、知識の抜けがあるとかね、そういうところをもう一回インプットし直すぐらいのね、でまあもう一度そこはもう一度、近い時期にね問題を解き直すとかね、そういうのをしていただいて、でそれで弱点ね、どんどんとこう潰していくというのができるといいかなとは思います。まあ、この問題ね、検討していると、おそらく大事なところ何回も何回もね、この民法の中でも出てきますんで、7回の中におそらくね、主要なところ、2、3週ぐらいするんじゃないかなとね、全体2、3週ぐらいね、なぞるようなぐらいですね、2回か3回ぐらいね、この、それぞれの重要箇所が出てくると思いますんで、そういう意味でね、その主要項目、あ、拾えてなかったっていうね、そういうところについては、まあ、だんだんね、その2、3週する中で、おそらくね、上塗りできてくるんじゃないかなというふうには思います。はい、なのでまあとにかくまず焦らずね、とりあえず目の前のことをやりつつで、一番大事なのはもう一度繰り返しますが、主要項目を拾い切ることですね、どうでもいいところもたくさんあるんで、大事なね、主要な訴訟物、主要な要件、そういったところで落とさないようにというね、そこを心がけていただけるといいかなというふうに思っています。はい、ということでまあね、第1回、ちょっとこうね、なかなかお疲れなところかなと思いますけどね、第1回、まあ、最後までね、ご視聴いただいてどうもありがとうございました。とりあえずね、第1回としてはこれで終了します。どうもお疲れ様でした。